鳥さなです。こんばんは。というわけで本日はですね、どこ見てるの？本日はですね、あ、びっくりした本日はですね、ブルーアーカイブの、カルバノグのウサギ編の第2章が6月の7日ですかね、6月の7日に更新が来るので、第2章に先駆けて第1章をちょっとおさらいしておこうかな。1年ぐらい前に見た、1年ぐらい前に読んでからあれだから、うん、久しぶりに読もうかな、1章のおさらいをしようかなと思いまして、よろしくお願いします。石だって、だって月が変わったわけだから当たり前やんか。というわけでね、読んでいこうかなと思います。で、土日で半分個ずつ読みたいなって思ってるけど、半分個がだいたい2時間半とかかな。半分個の話数が区切りが良くなければ、今日1から10話ってしたけど、その限りではないわけ。ちょっと久しぶりだな。うんうん、電話かかってきた。あ、レンちゃん、はあ、なんか最終編より前なんだから、チューニングしないとな。よし、あ、前半11話後半9。よし、ちょっとコピーするから待ってくれ。それで今日じゃあ11話までやります。ご無沙汰しております、先生。リンちゃん、誰がリンちゃんですか。そういうのはもっとですね。うわー、なんか最終編下手後だとちょっとドキドキしちゃうな。少々お話ししたいことがあり、ご連絡させていただきました。シャーレに来られてからそれなりに時間が経ちましたね。はい、ご報告はいただいていますので、様々なことがあったことも存じております。あちこちでご活躍やされたようで、おかげさまでこちらとしてもいろいろと助かりました。それはさておき、いくつかお願いしたいことと言いますか、具体的にはシャーレの報告書に関することと、今後の連邦生徒会の新たな、いえ、やはり直接お話しすることにしましょうか。今日の午後予定は空いていますか。空いてる空いてる。お茶くらいは用意しますので、よろしければお越しください。これってさ、お菓子買ってきてねっていうことの意味なのかな。お待ちしておりますので、
先生、お疲れ様です。なんだかちょっと空気感が気になりましたが、大丈夫でしょうか。あ、凛に怒られるのはご褒美だから。きしょい先生、なんか久しぶりに見た気がする。そんなことないか。そうでしたか。ですがきっと怒られてばかりではないと思いますよ。凛さんも言っていたように、先生はあちこちで大活躍ですから。お茶を用意してくれると言っていましたし、もしかしたらすっごいおもてなしをしてくれるかもです。そうだったら嬉しいな。でもアロナは食べられないからね。きっとそうです。さあ先生、そろそろ出発した方が良さそうですよ。名取先生ってもう言わないから、名取先生って言われるからな、アロナには。あ、先生、お待ちしておりました。久しぶり、おもてなしをしてもらいに来たよ。はい、何を言っているのですか。どうしてそんな落胆した表情を。私はお茶くらい用意するとしか言っていませんが。そちらに座ってお待ちください。時間もありませんので、早速ですが本題に入りましょう。はい、先ほどもお伝えした通り、シャーレの報告書周りに関するお話です。活動の内容について口を出すわけではありません。多くの生徒からいい評判が出ているのは存じておりますし。そうだね、多分恋愛感情とかも出ているんじゃないのかな。ただ問題はその事後処理です。そうだね、いい気にさせておくだけいい気にさせておいて。だからね、連邦生徒会宛に報告書などを提出してもらっていますが、あれ書き方がゴミだって怒られるんだっけ。例えばこの経費の書類、請求書の内訳が全てアラビア数字になっています。ダメなんだっけ。はい、ダメです。公文書に手書きで金額を記入するときには漢数字での記載をお願いしています。偽造防止及び誤読防止のため。あー、なるほどね。1って書いたのに6で請求出すとか、そういうことか。他にも例えばこの捺印、空欄から3センチずれています。このような不備があると後処理の手間が増えてしまうので修正していただきたく。これあれやんな、はがきとかでさ、住所書く方にはあんまり落書きしないでほしいってやつだ。まあ今やってくだされば良いのですが。すいません、リも手伝ってくれたりしない。はあ、これはシャーレの名取先生のお仕事ですよ。そもそも先生が最初から不備のない書類を出してくだされば済んだお話です。3センチってどのくらいだ。それだけではありません。どうしてこういった報告書において砕けた言葉で書くのですか。ナトリもさ、たまにメール返すときにさ、なんか向こうがちょっとすいませんみたいな感じで来た場合は、全然いいですよみたいな、全然大丈夫ですみたいな感じでびっくりマークとか点点点びっくりとかつけちゃうな。機密文書なので外部の方は見ていないとはいえ、真っ当な文章で書いてください。わからない場合は以前お渡しした連邦生徒会の公文書規定第15条に、ぐち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 ブツブツブツ。その後もしばらく凛に様々な指摘をもらった。でもさ、年上かな、大人だから多分ナトリ凛と同じぐらいだと思うけど、大人って言われてるから、ブルーアカのナトリは大人だから多分年上だと思うんだけど、年上に対してこうやって言いたくないなかっただろうな。申し訳ないね。もうチェック入れるだけにしてほしいんだよな。リーゼン、もう終わったんですか。すごいです。ごめん、チューニング失敗だわ。リー先輩、いえ、行政官、少々ご相談が。どうしました。その緊急の事案で、SRT 特殊学園の撤去についてなのですが、一
一部の生徒たちが反発し、公園を占拠してデモを始めたとか。事前に準備していた舞台では阻止が難しいようで。はあ。でしたらバルキューレの警備局に連絡を。あ、了解です。ごめん、ちょっと聞こえちゃったんだけど、なんか問題でも起きた？やっぱ外に行きたいよね。足でこう稼ぎたいよね。やっぱ書類仕事とか思んねえは。いえ、お気になさらず、よくあることですので。連邦生徒会長の失踪以降、こういったことは日常茶飯事です。 SRT 特殊学園っていうのはどういう学校なの？知りたい。 SRT すなわちスペシャルレスポンスティーム。持ち通り特殊な任務に対応するためのエリートたちの学園でした。少し前、連邦生徒会長がいた頃まではですね。今となってはもう気にすることではありません。もうこの段階でナトリもう全然手動かしてないからね。外を見ながら、へえ、そんな学校があったんだ、学校なくなっちゃうんだねって合図打ってるからね。続けましょうか。この文書については公文書、規定の第21条3項に、公文書、すいません、はい、21条もあるんですか。それからしばらくして、あの、行政官。はい、また何か問題が。それがデモの制圧に向かった警備局の生徒たちが逆に制圧されてしまったとかで。デモを起こしたのは一部の生徒なのですよね。はい、数としては小隊一つ分みたいなのですが、やはり SRT ですし、火器が相当強力なこともあって、警備局だけでは。へえ、相当強いんやろな。参りましたね。大ごとにしたくないのですが。仕方ありません。バルキューレ警察学校の公安局に連絡を。対テロ業務に特化した彼女たちなら、いくら相手が SRT のエリートでも対処できるでしょう。防衛室の方には連絡しておきます。はい。あの、ナトリに手伝えることってありますかね？いえ、お気遣いなく。これはあくまでも連邦生徒会の問題ですので。なんか眠くなってきちゃったな、おい。まず先生に処理していただきたいのは目の前の書類です。まさかとは思いますが、そうすれば書類作業から逃げられそうなどとお考えではありませんよね。よっ、頑張りましょう。書類作業頑張りましょう。楽しいな。それでは引き続きやりましょうか。この顔かわいい。こちらのように夏印の修正時にはこうでは。これさ、リンってさ、あの夏印の時に連邦生徒会はちゃんと正しい角度でハンコを押した後、他の人たちはこうちょっとお辞儀をしてるかのような夏印の仕方しろって強制してくんのかな。これがマナーです。あのお辞儀ハンコのマナーめちゃくちゃ好きなんだよな。ねえ、それって正しくない？そんなマナーいつからあったの？って言われるやつ。その後、あのマナー何？あのマナー可愛くていいじゃん。なんかあれ日本っぽくてよくない？八百万の神、夏印にも神は宿るってことだよ。行政官。まさかとは思いますが。はい、公安局の生徒もみんな。報告書によると、公園に近づくこともできないまま、大量の狙撃とトラップによって部隊が壊滅したと。クロノススクールの記者たちも現場に来てしまい、中継によって状況が過熱しているみたいで、このままですと問題がどんどん大きく。まったく、どうしてこう次から次へと。あの、リン先輩、こういう時こそシャーレの先生に助けてもらうというのは。
先生の指揮能力はもちろん、各学校からすぐに精鋭を動員してもらうことも可能ですし、ちな実装されてる生徒全員いけます。バルキューレで太刀打ちできない以上、もう手段はそれくらいしか。先生、少々問題がありまして、本来なら私たちだけで片付けておきたいところですが、お願いできますでしょうか。任せろ。はい、一旦この書類についてはお気になさらず、私が何とかしておきますので、そうこなくじゃじゃん。およそ状況はつかめているかと思いますが、一部の SRT の生徒たちがデモを起こしています。彼女たちを止めてきてください。はい。弾丸の雨を一身に受けます。招待一つとのことで、さほど人数が多いとは思いませんが、 SRT の重火器は相当強力ですので、お気をつけいただければと。やめてください、死んでしまいます。現場にはバルキューレの生徒たちもいますので、サポートをしてくれるはずです。それではご分を。アロナ、いけるか。弾丸の雨浴びていいか。先生、ちょっと困ります。あぶね、急に18話読むわけわかんない女になるとこだった。2話、招かれざる客。わ、この男。銃弾？ここ間違いなく死角だよな。どこから飛んでくるんだ。甘いな。サーマルカメラも知らないのか。隠れても無駄だってのに。サーマルカメラってあれか、あの体温見え見え装置でしょ。萌え、足止め完了。早く爆撃を。座標ビクター、じゃビクターキロ4045。やれ。はい。さっきやれ、ナトリ。はい。うぃひ、待ちくたびれたよ。ドローンだ。まっすぐこっちに来る。逃げろ。おい、ナトリ、ゼロは丸って読んでくれ。あ、軍隊の方も来てますと。今の爆発は何だ。アルファ分隊、応答しろ。ご覧いただけてますでしょうか。公安局、防戦一歩レース。警備局に続き、公安局までやられてしまいそうです。もうバルキューレで動ける部隊といえば、生活安全局くらいでしょうか。でも行っているのは SRT 特殊学園の生徒とのことでしたが、それでも圧倒的なまでに押されてしまっています。果たしてこの後どうなっていくのでしょうか。そうですね、何かバルキューレ側に秘策はあるのでしょうか。あー、もううるさい。誰の許可で撮影してる。さっさとカメラを止めろ。おっと、まずいですよ。怒られる前に距離を取るとしましょうか。すっごい素敵なメディア。邪魔するな、早くどけ。くそ、クロノスか、相変わらずうるさい。とはいえ、確かにもう人員が、生活安全局のバカどもは使えないし。あ、おいっす。なんだかすごい状況だね。なんだ貴様は。あれほどまでに一緒に死闘を繰り広げた、死地を乗り越えてきたっていうのに。見てわからないのか、戦闘中だ。部外者はさっさと出ていけ。はあ、初対面の時ってこんなに塩だったっけ。リンの紹介状を渡す。すいません、あの大きいお医者さんに見てもらえって言われて紹介状書いてもらったんですけど。これは行政官の紹介状。うちは歯医者じゃないぞ。防衛室の代わりにシャーレだと。これは大変失礼いたしました。実際にお会いするのは初めてかと。今回の作戦において、現場の責任者を担当しています、バルキューレ警察学校の公安局長カンナです。ナトリです。はじめまして。なんだね、この時は。すごい、テネットの気分。そうですね、見ての通りと言いますか、兵力はほとんど残っておらず、士気も底をついています。当初は数で制圧するつもりでしたが、 SRT の火力はデタラメで。
もう残りの人員も。お待たせしました。生活安全局のキリナです。もうすぐ、もう今すぐ出動してもいいですか？もう終わってるっぽくない？これ、もはや私たちの出番じゃないでしょう。この生活安全局だけです。あ、先生、奇遇ですね。バルキューレの支援に来てくださったのですか？こんな現場にまで来るなんて相変わらず大変だね。先生の指揮さえあれば、もう作戦は成功しても同然ですね。さ、このまま放っておくわけにはいきません。早速出動しましょう。まで、勝手に動くな。お前らが出て行って何になる？警備局も公安局もほとんどやられたんだぞ。お前たちが相手になると思っているのか？そもそもろくな武器だって持っていないだろうに、何を根拠に勝てると。先生がいるから。ドン。自分の腕前くらい分かっているものだと思ったがな。ですが、市民の方々も怖がっていますし、このまま見ているだけというわけには。意欲は買おう。しかし気合だけではどうにもならない。我々が他の方法を見つけるまで、とにかくここで待機していろ。はい。ラッキー。ま、言ってることはその通りだしね。ここを占拠してる生徒たちについて何か情報とかある？全然知らないんだよな。一体どんな子たちなんだろうね。はい、SRT 特殊学園所属の1年生チーム、ラビット招待です。第2章で、1年生、第2章は過去編だよな、きっと。本来なら SRT の閉校によってバルキューレの警備局に転校する予定だったのですが、何があったのか急にこうして公園を占拠、閉校を取り消せとデモを始めたという経緯です。数は少ないものの、その装備は最先端のものです。主にそれが理由でここまで手こずってしまい。なるほど。見てもいい範囲で他に詳細な情報とかありますか？もし必要なら、NDA を結びます。一応連邦生徒会から提供された各生徒の資料なら。あ、顔ならあれを見た方が早いかもしれません。不本意ですが、クロノスの中継ドローンが中に入ったようなので。すごいな、中継ドローン中に入れるってすごくない？おい、何見てるんだ。携帯式防空ミサイルシステムでも食らいたいのか。マンパドツ、マンパドス。ひひひ、まあそこまで神経質になるなって。なるなってって口調だったか。どうせもう戦況は覆らない。今さら取られたって何の問題もないでしょう。どうせなら連邦生徒会の愚かさについて喧伝でもしてあげたらいいじゃん。ってわけで、連邦生徒会見てる？ねえ、今どんな気持ち？どんな気持ち？お前らの考えが間違いだったってそろそろ分かったんじゃないか？私たちがここにいる限り、SRT 特殊学園は終わらない。さき、萌え、余計な挑発は慎んでください。私たちに必要なのは、戦闘を通じて交渉に有利な立場を手に入れること。それ以外の何かを今行う必要はありません。つまんないな。ミヤコはいつも真面目なんだから。ドローンの駆動音、耳障りだな。そろそろ消し飛ばすとしよう。弾薬も結構余ってるし、テストも兼ねて何発かババッと撃ってみるか。さっきなんか面白そうなこと考えてるじゃん。やっちゃう？ド派手にやっちゃう？どうせなら弾薬全部使って打ち上げ花火みたいにしない？いやー、綺麗だろうな。それはいいんだけど、何か忘れているような気が。なんか鳥みたいな。なんだこれ。何の鳴き声だ。あ、このゴミ箱から。もしかしてそれ私のこと？
撃、私のいるところは巻き込まないでね。どうしても敬語にさせたくなっちゃうんだよな。あ、わかってる、忘れたわけじゃないから心配するな。そっか。ところで、私もう帰ってもいいかな。相手もいなくなったし。スズミヤさん、なんだかこの辺り湿っぽいし、虫も多いし、なんだかその一人じゃ怖くって。ミュ、 SRT のエリートがたかが虫のせいで泣き言を言うな。いつまでもそんなことを言うなら今からでもバルキューレに行けばいいだろう。不快なことも少ない毎日で。あん、あ、ちょっと待って、なんでこれが読めないんだ。急に読めなくなったんだけど。安穏と交通整理でもしてればいい。びっくりしちゃった。それは、その…あ、安尾だか、ごめん。間違えて読んじゃった。それよりミュ、ドローンは見えてるな。今回のシナリオを読むのに、頭強くって記憶なくしたけど、漢字の記憶まで失ったとは、ちょっとぶつ場所間違えただろ。高度が測定できたら教えてくれ。すぐに撃墜する。了解。少し待っててください。さっき、待ってください。不要な射撃は推奨しません。今は補給も期待できない状況なので、周囲を警戒しつつ。うるさい。どうしてお前が私に命令する。もともと全員同じ1年生だしね。連邦生徒会長もいないし、しがらみもなくなったことだし、確かにもう命令を聞く必要もないかな。ショータイナーもギスってますね。ですが、最終エンデは考えられないぐらい最初ギスってたんだな。サキちゃん、座標を確認しました。高度 900m、 距離 2500m、 方位丸3丸。よし、ターゲットロックオン。萌え、発射は任せた。いやー、こういう瞬間は興奮するね。さて、ファイヤー。この前の声の当て方やめた方がいい気がするな。中継ドローン、ロストしました。バルキューレのものじゃないとは分かっているだろうに、それでも攻撃するか。そりゃうざいからね、ブン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 。雑な奴らだな。どうしてあんな奴らが SRT に入学できたんだ。元気な子たちだね。ご冗談を。バカの間違いでしょう。単なるバカならまだしも、やたらと力を持ったバカです。会話もしにくく、厄介なことこの上ない。会話もしにくく、なんかすごい。ハリーポッターのなんかトロールみたいな言われ方してるな。こうなったら各自治区の風紀委員会に支援を要請した方が。まずゲヘナの風紀委員会に連絡を。あ、任せて、多分大丈夫、なんとかなるかも。はい。動ける人員が5人にも満たないこの状況で。霧の吹雪行こう。ラビット翔太のみんなを止めに行きますよ。あ、はい。冗談でしょ。相手は SRT だよ。先生、どうしてあの時私のことを呼んでくれなかったの。あ、いや、すみませんが先生、彼女たちは基本的に戦闘員ではなく、平和ボケした生活安全局の所属です。警備局でも公安局でも太刀打ちできなかったんです。彼女たちだけで制圧できるとお思いですか。先生の噂は聞いていますが、こんな寄せ集めではエリートとそうでない生徒の間には到底埋められない隙間があるんですよ。超えられない壁ってやつだ。私からしたらみんな生徒に変わりはないよ。これ最強だよな。先生ってさ、先生ってみんなを可愛い生徒っていう感じでさ、もうカテゴライズしたらさ、完全に何でもいける無敵論法だよな。そうですか。責任はシャーレが負うということですし、まあ無理に止めはしません。
まだ戦闘可能な者たちに告ぐ。これよりシャーレの先生の指示に従い、生活安全局の生徒をサポートせよ。ちょっと待った。マジで言ってる？嘘でしょ。絶対すぐやられるって。先生、正気？大丈夫。きっとできるよ。吹雪、大丈夫です。名取先生の指揮があるならなんとかなります。多分。そもそも、市民の安全を守るため、この状況、放っておくわけにはいきません。あーもう、計算が狂った。こんなことなら仮病でも使っておけば。あ、仮病か。まあまあ、これで作戦を成功させたら特別休暇とかもらえるかもしれません。それに、警備局への転向のチャンスだっていただけるかもしれません。いやー、校舎はどうでもいいけど、まあ仕方ない。ちょっとだけ試しにやってみよっか。生活安全局、ファイヤー！二人だけ？言うて吹雪なんか寝かしとくだけだからな。許しません。あら、こっちで会ってる？ティラノさん、あとはよろしくお願いします。頼みましたよ。あら、こっちで会ってる？あれ、こっちで会ってる？霧のなかなか戦闘で使うシーンないよな。メモロビめちゃくちゃ好きなんだけどな。ドーナツタイムってことで。あ、サボってる人が、サボってる人がいます。まだ動ける人たちがいるわけだな。あなたには黙秘権があります。ふっ、わぁ、ここまでの必要はあるかな。当たったらラッキーってことで。あ、強い。くらえ。頑張れ。警告します。投降しなければ。わぁ、当たったらラッキーってことで。炎が出た直後ぐらいか。炎が出た直後くらいに吹雪の置物性能がガチですごかったよ。糖分補給しなき死んだ。どうしたの？何か問題でもあった？何か、また兵が、つはものが出てきた。もう誰も残っていないと思ってたけど、まさかとは思うが、生活安全局。じゃあ、ザコじゃん、聞いて損した。それくらいだったらミユが適当に処理してくれるでしょ。そうなんだけど、何か気になるっていうか、まあ心配しすぎか。わっ、つわもの本当に変換できたって。当たり前やんか。なんとか漢字を読み間違えるはずなし。今までの、ね、読み間違いも全部変換できるから、やってみてね。えない、怖い、早く学校に帰りたい。もう学校閉鎖されたんだった。私が帰れる場所は、こうなったら今更もうバルキューレにも。このまま私は寂しく忘れられていくんだろうな。私たちいつまでこうやって。あ、粘膜弾。中からだって、相手はもう連絡も何もなかったのに。とにかく状況の報告を。誰ですか？このミユの顔めちゃくちゃ可愛い。ほら私ラビット招待の。ラビット招待、さきちゃん。あ、そう、なんか間違って煙幕弾が爆発してたみたいだから様子を見に来たって感じかな。ね、でもさきちゃん、さっき持ち場から絶対離れるなって言ってたような。
それに声が構えんきゃ、ああ、うん、ちょっとね、煙を吸ったせいでま、とにかく大丈夫だよ。だから、銃は一旦置いておこう。怪しい、口調も声も、サキちゃんとは全然。こういう時こそ、合言葉を。クローバー。え、サキちゃんはちゃんと知ってるでしょ。答えられなかったら、すぐに撃ちます。グラバー、え、え、あ、な、何か言ったか。この辺、雑音が多くてよく聞こえなくて。ところで、ミュ、この言葉に対する答え、お前ちゃんと答えられるだろうな。え、え、そんな、これマジで孔明だよな。これマジで賢いよな。答えられなかったら撃つぞ。に、人参。うん、なるほどね、了解。え、は、ふーん。心理戦で追い込まれると弱いかも。先生の言う通りだったね。合言葉教えてくれてありがとう。じゃあね、ウサギのそぎ、あ、ウサギのスナイパーちゃん。赤い周一だ。な、騙された。いただだだだだだ。なんだ今の銃声、近くないか。まさか、ミユがやられた。まさか、生活安全局でしょ。装備とかの面を含めて、ミユがやられるレベルじゃないよ。それはそうだけど、ミユとの連絡が取れない。行ってくる。萌え、支援は頼んだ。いや、支援も何も、もう弾薬残ってないけど。あ、どうして。さっき言ったじゃん、ド派手に全部使ってって。後ろにあるじゃん。ドローン追撃するときに全部パーッとね。は、お前、嘘だろ。すごいな。言葉通りに受け取るぞ。後のことなんて考えなしに全部一回に積み込む。その火花はそりゃ美しいよね。興奮する。へえ、へえ。本当に文字通り全部使うやつがいるか、バカ。後のこと考える必要があるだろ、今は。この状況で弾薬がゼロって、あとはどうしたら。こんにちは。お、今の爆発は？さっき、萌え、どういう状況ですか？報告を。応答がない。奇襲されましたか。ですから警戒をと言ったのですが。仕方ありません。まずは拠点を移して応戦を。止まってください！先生の言った通りここでしたか。動かないように。市民の皆さんが使う公園の占拠、そして違法な武器を用いてのデモ、申し訳ありませんが拘束させていただきます。本官の指示に従い手を挙げて投降してください。はい。面倒なことになりましたね。もうここまで来ていたとは。武装は正式拳銃だけ。おそらく初弾は回避できるはず。おい、全部回避できるぞ。動かないでください。本当に撃ちますよ。言いなりにはなりません。発砲します。銃口の向きは見えていたのに。え、今威嚇射撃で上向いてたはずなのに、な、ぜ、う、稲荷の言いなりにはなりません。回避されること前提で直線までわざと違う方向を。油断したのは私もでしたか。
しました？霧の、この後、始末書を書かなきゃいけないよね。一発目は威嚇射撃。初段から当てちゃダメだよね。わかるかな？もしかして、本官もついに射撃能力が向上したのでしょうか？やはり努力は実を結ぶもの。そして、正義もまた、いつだって勝利するものということですね。信じられません。まさか本当に生活安全局の生徒だけで SRT を制圧するとは。二人とも頑張ってくれたからね。なるほど、これが名取先生のお力。その上、姿勢も謙虚に来るとは、謙虚と来るとは。生徒たちの噂もまた本当だったということですね。いやぁ、バルキューレ警察学校を代表して感謝いたします。いやぁ、見ましたか先生、私の完璧な射撃。まさに警備局の皆さんのような鮮やかな一撃でした。いやー、あんな古い手法がまだ通じるとはね。ま、先生の作戦ありきとはいえ、うまくできたみたいで何より。これはもう20日分くらい特別休暇をもらえるんじゃないかな。はあ、貴様らの主君、え、功績は認めよう。しかしそれは私のような立場に決められるようなことではない。元上層部の方々の管轄だ。ご苦労だった。報酬については来月の賞罰の発表を待つように。はい。なんだ、すぐもらえるわけじゃないのか。がっかりだよ。ですが来月なんてもうすぐです。もしかしたら本当に警備局に。いやー、私そっちはいらない。むしろ断る。あんな頭の悪そうな奴らに、私たちが。お前が言うな。弾薬を一気に使い果たす。なんて、相当頭の悪い行動をしたくせに。何言ってるのさ。一瞬の輝きより大事なものなんてないっての。もう終わりなんだ。SRT も、ラミットショータイも、私も、全部奪われて、寂しく消える運命なんだ。はじめまして。SRT 特殊学園の生徒たち、ですよね。お前と話すことなんて一つもない。何何、冷やかし、それともバカにしに来たの？あなたがあの生活安全局を指揮した大人ですか？はい、そうです。そうですか。あなたがあの、多くの生徒たちの悩みを解決し、生徒たちから信頼されている、超法規的捜査権を持ったシャーレの先生。先生、私たちは、あなたのような大人が一番嫌いです。ボイスリピートするか。先生、私たちは、あなたのような大人が一番嫌いです。地獄に落ちろ。もう二度と会わないだろうね。元気だ。気にする必要はありません。任されたことでイライラしてるんでしょう。あの子たちはこれからどうなるの？いやー、アニメ化した時に地獄に落ちろとか、大人嫌いって早く言ってほしいよな。まずは取り調べです。普段ならその後、バルキューレが処罰を決める流れなのですが、ある程度連邦生徒会が関わりましたので、おそらくそうはなりませんね。防衛室長が処遇を決めることになるかと。ご希望でしたら取り調べの様子を見ることも可能かと思います。では。ひとまずお疲れ様でした。じゃあ見に行こうかな。すっとことことこと。
3話やんな。それぞれの事情。今夜はドンカツだ。取り調べ記録 977R1 バルキューレ警察学校3年尾形かな、空井咲です。このヘルメットは相当なことがないと取らないって。取ってるのめちゃくちゃ新鮮だよな。名前は、名前は言え、とっくに知ってるだろ。聞く必要あるか。質問は許可していない。もう一度聞く。名前は空井咲だ。所属は SRT 特殊学園ラビット招待所属だった。お前たちが勝手に閉鎖するまではな。いい態度だな。自分の状況を理解してるのか。私がバルキューレ警察学校の狂犬とマッドドッグと呼ばれていること、そちらこそ知らないわけではないだろう。今さらそんな脅しが効くとでも思ってるのか。本当にそう考えてるならがっかりだ。 SRT での訓練には捕虜になった時のことも想定された内容が組まれている。機密の取り扱いも少なくない。たとえお前が何をしようと何かを聞き出せると思ったら大間違いだ。連邦生徒会からの資料も読んだ。どうやら SRT の中でも相当優秀な成績を収めていたようだな。筆記試験はほぼ満点。演習における実技もほぼ問題ない。あとは攻撃の範囲がもう少し広がると嬉しいな。学校でも校則違反一つ犯していない。間違いなく優等生だ。そんな貴様がなぜバルキューレの編入を拒みデモなんてものを起こした。バルキューレ警察学校と SRT 特殊学園は違う。答えになってない。 SRT 特殊学園では放課後でも厳格な規則の下で規則の下で生活することになる。定時に起床して寝具を整理し一日の訓練と座学を行う。放課後だって寮の中で気を緩めずに訓練や整備をすることが求められる。その常在戦場の心構えが SRT が SRT たるゆえん。バルキューレ警察学校とは違う。最も規律に厳しいと言われる公安局でさえも放課後には私服で自由なことができるんだろ。市民に緊張感を与えないという理由があったとしても私はそんな生き方はしない。のうのうと自由を与えられたバルキューレになるくらいなら厳しい環境下でも SRT として誇りを持って生きる。それが貴様の答えか。もう一つ聞こう。交戦中、風倉が中継用のドローンを破壊した。あの時、意味もなく弾丸を浪費したはずだ。そうです。どうして止めなかった？貴様ほどの優等生だったら、ああいった防衛戦において弾薬がどれだけ貴重なものか知っていたはずだろ。バグっちゃってん。それも何か、SRT なりの規則、規律だったのか？訓練では弾薬の無駄打ちとかはできなかったし、一回くらいやってみたくて。かわいい。そんなことある。聞いてる聞いてる。空井咲、不適格。はあ、ここで弾薬全部使い切ったらおもろいやろだ。全員ビビるやろなーでやってんだよな、こっちは。風倉萌えさん。ていうかそろそろ聞いておきたいんだけど、これ何時間くらいやるの？早めに終わらせてくんないかな。予備の飴も少なくなってきたし。そうはいきません。この状況で飴の話をしている場合ですか？そういった態度でしたら、その残った飴も没収してしまいますよ。めんどくさいな。笠倉さん、単刀直入にお聞きします。どうしてあの時公園を占拠したのですか？どうしてバルキューレの呼びかけに応じなかったのですか？最初から武器を捨てて素直に投降していたら、事態はここまで大きくならなかったはずです。
SRT から出て行きたくなかったから。なるほど。確かに本官も突然バルキューレ警察学校から出て行けと言われたら悩んでしまいます。苦楽を共にした仲間との思い出、それを簡単に捨て去ることなどできません。承知しました。その点については上々酌量の。いや、それは別にどうでもいいんだけど、むしろあのラビット正体とはさっさとお別れしたいところだよ。さっきは毎日小言ばっかりだし、見栄はすぐ泣くし。ではどうして SRT を離れたくないと。そりゃあもちろんあの大量の武器のためだよ。武器でしたらバルキューレ警察学校にもいろいろとありますが。いや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 、バルキューレなんかとはレベルが違うんだって。区画を一つ丸ごと焼き尽くせるようなミサイルとか。あ、萌え、それが好きなんだな。萌え、そうだよね、区画を一つ丸ごと焼き尽くせるようなミサイル撃つもんね。あれ、この時って実装前だよね。それ使ってたんだね。これ伏線だったんだ。戦車の装甲をものともしない弾薬とか、あんなに強力な火力を好きなだけ振り回せるのは SRT 特殊学園だけでしょ。いえ、SRT 特殊学園でも好きなだけはダメですよ。そういえばこの方いつか無差別乱射で商店街を半壊にさせたとか。 SRT もまだバルキューレと同じで、本来は市民の安全を守るための組織じゃないですか。それなのに武器が一番大事とは。風倉さんはまさか市民の安全はどうでもいいとおっしゃるのですか。うん、当たり前やんかな。ぶっ放せるのが一番ええ。ゲージは解放していかないと。萌え、ゲヘナ行くか。お、続きまして、名前は水沢みゆです。SRT 特殊学園の1年生で、ラビット招待ではスナイパーを担当しています。15歳で、誕生日は7月12日。趣味は小石探しです。いや、そこまでは別にいらないけど。私、これからどうなるんでしょうか。もしかして恐ろしい拷問とか、一日中同じ曲を聴かされるですとか、一晩中くすぐられるとか。あれ、よくわかったね。遠くでなんか聞こえる。メビーショットトゥルトゥルメビーショットトゥルトゥルメビーショットトゥルトゥルメビーショットマーミーショットトゥルトゥル。お願いです。許してください。知ってることは全部言いますので。いや、それも別にしないし、言ってくれるならまず理由を説明してくれると嬉しいかな。どうしてバルキューレの編入を拒否したのか、どうしてあの公園でデモを起こしたのか。編入はその怖くって。怖いって、別にうちの学校不良とかほとんどいないと思うけど。え、そのそういった意味ではなくって、私その誰かと仲良くなるのが怖いんです。今のラビット招待でもそんなに仲がいいわけではありませんが、みやこちゃんとか時々面倒を見てくれたりしてますし。でも新しいところに編入することになったら、全部初めからになって、こんな影の薄い私になんて誰も話しかけてくれないでしょうし、そんなことになるくらいなら
いっそのこと公園で野宿でもしてた方が。変な子だね。新しい人に会うのは怖いな。吹雪はカウンセラーみたいになってる。何ことが怖いと言いますか、人から忘れられるのが怖いです。誰にも認識されなくなったら、そう考えるともうこの性格を直したくて SRT に入ったのに学校が閉鎖なんて、私どうすればいいのでしょうか。なるほどね。じゃあうちの生活安全局にでも来たら、編入試験も難しくないし、数もそれほど多くないし、多分忘れられるとかないんじゃないかな。面倒事も少ないし、人に会うこともそんなにない部署だからさ。そうなんですか。ほとんど誰とも会わずに静かに学校生活が。ほとんど誰ともは無理かな。生活安全局にはいろんな市民から苦情とか入ってくるし。じゃあ無理です。嫌です。役所で働くことになったミユのファンアートとか見たすぎるけどな。あ、ワイヤ。さてと、見ることだけならできますとか言われたけど、飛び入り参加じゃい。あの時の宮子さんと言いましたよね。びっくりした。正直少し驚きました。まさか先生がいるとは。つまり取り調べの担当者が先生ということですね。まあ誰だって構いません。相手が誰であろうと答えは変わりませんから。何か聞きたいことがあればどうぞ。あの、そこでの生活、何か不便なこととかないですか？お腹とか減ってない？最初から変な質問ですね。お気になさらず、仮にあったとしても捕虜の立場で何か言うつもりもありません。それともあれでしょうか、環境を改善する代わりに何か情報を引き出そうと心変わりでもさせようとしているのでしたら諦めた方がいいです。仮に何を提案されても私たちの SRT への気持ちは変わりません。そうですね。そっか、ところで質問なんだけど、ミヤコはバルキューレが嫌い？何か勘違いされているかもしれませんが、特段バルキューレが嫌いだったから転校を拒否したわけではありません。何でもかんでも好き嫌いの問題にされちゃ困るよな。嫌なのは SRT を去ることです。なるほど、その理由を聞いてもよろしいでしょうか。 SRT にはそこにしかない正義があるからです。正義。改めて話すと難しい概念ではあります。しかし先生も正義について耳にする機会はあるでしょう。他の学園もそういった集団はあると聞きますが、ここバルキューレもまた生徒たちは自らの行動が正義だと信じているかと思います。しかし私にとって彼女たちの正義は本当の正義ではないと考えています。正義とは、理にかなった正しい道理のこと。その道理は真理に基づくものです。であるならば、相手や状況によって変わるものではありません。しかし、キボトスにおける各所の治安組織は、様々な利害関係の中にあります。その結果、正義というものを自分たち独自に歪曲し続けてきました。しかし、SRT 特殊学園だけは、学園間の関係や利害の問題に左右されず、自らが信じる正義を実行していました。時と場所を選ばず、相手が誰であっても同じ基準で、一つの正義を追求する組織。そんな SRT 特殊学園に、私は憧れたのです。そういった屈強な正義に。しかし、SRT 特殊学園は閉鎖。私がもう少しうまくやれていれば、きちんと彼女たちの能力をうまく発揮できていれば。聞く限り宮子は十分頑張ってたと思うけど。ほとんど初対面の人にそう言われましても、いや、神の視点だから見えるんだね。
先生からそんな褒め言葉を聞いたところで何にもなりません。先生はあの時、短い時間で味方の長所を最大化し、私たちの弱みをついて戦況を変えました。それに比べて、私は全然うまくできず。ストイックだね。そこまで自分を責めなくてもいいんじゃないですか？話は変わるけど、何か必要なものとかない。欲しいものでも。他に話すことはありません。先ほどお伝えした通り、不満もありませんし。強いて言うとすれば、SRT 特殊学園の閉鎖命令を撤回していただきたいのですが。今すぐ私だけでどうにかするのはちょっと厳しいかな。でしたら、私たちは戦い続けます。SRT 特殊学園の復活のために。諦めない限り、SRT の名前はなくなりませんので。仮に、賞賛が薄いとしてもですか？はい。石が硬いよ。保留。先生だけ可能性を信じていますよ。いつもさ、ヴァルキューレのさ、ここ来るたびに思うんだけどさ、ここの掃除クソ大変そうだな。めっちゃ大変そうじゃない？ほこりがたまりそうだし、こことかすごい拭き掃除難しそう。以上が今回の記録です。先生にもお忙しい中ご協力いただいてしまいありがとうございました。おかげさまで手間が省けました。あの子たちはこれからどうなるの？一定期間の抗菌の後、本来であれば再度ヴァルキューレへの編入を進める手はずだったのですが、ちょっとこの状況じゃ難しそうですね。連邦生徒会からの要望が強いため、そちらで処罰が下されるでしょう。事件の被害が大きかったこともあり、重いものになりそうです。最悪の場合、どの学校にも編入できない状態に。 SRT 特殊学園の復活ってやっぱありえないのかな。そもそも私としては彼女たちの要求を飲むこと自体が気に入らないのですが、それはさておき、SRT 特殊学園の閉鎖は連邦生徒会の決定です。少なくとも私のような存在がどうこう言えることではありませんし、超法規的権限を持つシャーレだとしても、これを覆すことは難しいかと。じゃあ連邦生徒会の誰かに聞いてみようかな。それは私からは何とも。では私が代わりにお答えしましょうか。この声は、ババン。はじめましてですね、先生。キボトス連邦生徒会所属、防衛室のカヤと申します。うわ、出た。すごい、お仕事できそうやんな。かっこいいわ。別側面の事情。はじめましてですね、先生。キボトス連邦生徒会所属、防衛室のサヤだね。僕様なのだ。いや、サヤは引っ込んでてくれ。カヤと申します。行政委員会の中における安全保障周りを担当しているものです。防衛室？行政委員会？なるほど。あまりご存知ないようですね。林行政官からお話など聞いたことはありませんでしたか？ナイス。まあ、林行政官は口数が少ないですものね。では、ご挨拶を兼ねつつ、少しだけご説明しましょうか。キボトスの行政を担う連邦生徒会は、まず主な組織として行政委員会を持っています。ここが主要な業務を担当しており、財務室、調停室などの計11個の区分分けで、区分じゃない、区分けで、構成されています。鼻ほじほじ。これ、アロナがツイッターでまとめてくれてたよな、確か。
そしてこの行政委員会とは別に存在する組織が、林行政官の管轄である特殊な統括室、総括室、この総括室と11個の区分、区分けからなる行政委員会の2つを合わせたものが連邦生徒会。そう思っていただければおおよそ問題はないかと。私は防衛室を担当しています。キボトスの安全を脅かす勢力から生徒たちや市民を守る組織です。もうそうなんや。じゃあ守っ、あれな、あの安全そうだね。あ、なんか信じても大丈夫そうだな。キボトスの安全を脅かす勢力から生徒たちや市民を守る組織です。だって偉いな、いい人や。なるほど、説明ありがとう。大変そうな仕事だね。あ、いえ、大変じゃない仕事ってないですよ。あ、はい。いえいえ、私はあくまで責任者的な立ち位置であって、あくまで指示をするだけですから、大変なのはここにいるカンナさんのように実動部隊の方です。実動部隊の方から来ました。実動部隊の方です。確かに連邦生徒会長が失踪して以来、いろいろと不安要素が増えていくのではと思っていたのですが、それもシャーレがいろいろと担当してくださっていますから、おかげさまで私たちの負担もさほど増えてはいません。この場を借りて改めてお礼をさせてください。あ、はい、こちらこそです。ところで一つ聞きたいんだけど、バルキューレや SRT は防衛室の担当？そうですね、バルキューレ警察学校については基本私たち防衛室の指示で動いているのですが、じゃあ防衛室の尺度の正義で働いてるんや。 SRT 特殊学園は防衛室どころか行政委員会の管理からも離れた少々特殊な組織です。あ、違うんや。この釣り眉糸目みたいなの可愛いやんな。ご存知かと思いますが、ここキボトスの各学園自治区は基本的に連邦生徒会の干渉をさほど受けません。そして各自治区には治安を担当する組織があります。例えばゲヘナ学園で問題を起こした生徒は連邦生徒会ではなく、ゲヘナの風紀委員会によって罰を受けますよね。しかしそれ以外の場所、例えば DU もそうですが、そういった場所での犯罪は基本的にバルキューレの管轄となります。 DU っていうのはどの学園自治区にも属してないフリーの場所、首都だよね、確か首都的な場所やんな。ですがその生徒が別の学園自治区に逃げたり、どこかの生徒会と結託したりすると逮捕が難しくなってしまうのです。首都的なサムシングにゃ。その場合ももちろんできる限りすぐに対応できるように動いてはきましたが、こういった後手の対応には限界がありました。そのために生まれたのが SRT 特殊学園。彼女たちは連邦生徒会長によって犯罪が発生した際にはいつどこであっても即時の対応が許されています。そのため SRT 特殊学園の選抜は非常に厳しく、エリート集団となっています。装備もキボトス最高レベルです。あれ、この人たちは誰だ？で、上にいるのは誰だ？ほーん、へえ、はあ、フォックスっていうのがあるんや。若もとんでもないラスボスみたいになってるけどもな。こいつが私に一目惚れをできますか？そんなことありますか？そんなシナリオ。その結果の一つとして SRT 特殊学園の3年生部隊、通称フォックス小隊は、以前キボトスの長年の悩みの種だった最悪の狐ワコモを逮捕することに成功。それ以外にも次々と順調に成果を上げていったのです。
連邦生徒会長が失踪するまでは。これあんまよく覚えてないんだけどさ、そのプロローグの時に七囚人全員逃げましたってその瞬間に逃げたのか、七囚人全員逃げてますってなったけど、連邦生徒会長がどっかに行くと七囚人閉じ込め装置の鍵が勝手に開いちゃうとかそういう感じなのかな。これってさ、なんか本当に逃がしたの、違う、逃げたのか逃がしたとかなのかな。餓死しちゃうから、連邦生徒会長が、七囚人のみんな毎日こうやってご飯をあげてきたけど、これからはご飯をあげることができなくなります、あ、私そんなこと許せませんわ、毎日3食ご飯をいただけると思ってここにいますのに、ごめんなさい、これからは面倒を見ることができませんので、ここの鍵を開けておきます、あまり悪さはしないようにお願いしますね。あ、たまたま逃げた7人が七囚人、え、マジ？そうだっけ？しっかり懐いてるのに放つわけだ。警備がもともと暑かったけど、連邦生徒会長の捜査の手間のせいで警備が薄くなってそこをつけられたとか、連邦生徒会内のごたごたに紛れてシャーレ地下の何かを破壊してほしいって若者に頼んでたっぽいしサンクトムタワーが止まったからガチャ、あら開きましたわみたいな感じでドタバタドタバタ、七人、七囚人の人たちってさ、七人全員一堂に会してたのかな、地獄のご飯やりみたいな感じでさ、すごい長い箸で七囚人みんなでご飯食べてたりするのかな。ちょっと私のご飯が早くその長い箸を使って私のところにご飯を。これなんでだろうな。大部屋に7人だとしたら大喧嘩してただろうな。すいません戻ります。連邦生徒会長が失踪してしまったことにより SRT に関する責任の所在は宙に浮いてしまいました。そうなっては非常に危険な火薬庫も同然、そんな SRT 特殊学園について責任を取ろうとする者は現れませんでした。私たちとしてもどうにかしようとは思ったのですが、彼女たちのその最先端の装備ゆえに投入のタイミングや扱いも難しく、強権は SRT だったってわけ。 SRT 特殊学園は結果として身動きが取れなくなってしまったのです。それで閉鎖することに。もちろんそれだけが理由ではありません。連邦生徒会長は帰ってこないと決まったわけではない。SRT は存続しておくべきだ。そういった意見も連邦生徒会の中にはありました。私もまた、そのような意見を持つ一人です。ですが、自分たちの存続が脅かされているのでは、と気づいたのでしょうか。フォックス正体が動きを見せたのです。あんた？さっき言ってた最初に若者を逮捕した正体のことですか？はい、そうです。先月のことですが、フォックス正体が突如として連邦生徒会を襲撃。SRT 特殊学園の閉鎖を進めようとしていたメンバーを攻撃し、逃走しました。結果として、サンクトゥムタワーの一部施設が全焼。連邦生徒会のメンバー数人が怪我を負い、入院となった者もいます。ひどいね、カヤは。信じてたのにね。行政官はその後、SRT 特殊学園に関する話し合いを様々な方向性で広げようとしましたが、続けて、ラビット招待もまた、連邦生徒会に銃口を向けようとしました。先日の講演での件です。こうなってしまってはもう、連邦生徒会の各メンバーもきっと、先生、キボトス各地における先生のご活躍は耳に入っております。ラビット招待はこのままですと学籍データが抹消され、
どこの学園にも所属できないまま、あてもなくさまようことになってしまうかもしれません。彼女たちは SRT 特殊学園の過酷な入学試験を通過した紛れもないエリートたち。その能力が無意に捨てられてしまうのはかなりの損失。よろしければぜひ彼女たちを説得し、バルキューレ警察学校に編入するように進めていただけないでしょうか。そこで前向きな答えがもらえるそうであれば、私の方でも学籍データを抹消しないように急いで各位を説得することも可能かと思います。それは説得が難しいことは承知しています。しかし説得の難易度っていうよりはそもそも論ですね。生徒たちが望まない進路を強制することはできません。なるほど、それはそれは。おお、あ、ちょっと待って、一回キャプチャし直していこう。よし。そうですね、彼女たちもそれぞれ夢を抱いて SRT 特殊学園に入ったはず。その願いを無理にねじ曲げるのは確かに気が進みません。連邦生徒会長が戻ってきた時に何と言えばいいのかも分かりませんし、本来であれば原則通りに連邦生徒会の名誉にかけて重い処罰をという話があったのですが、あ、なんか音が、ああ、よかった、戻ってきた。ま、原則なんて知ったことではありませんね。防衛室長。あら、失礼いたしました。さすがに今のは忘れてください。先生、私たち行政委員会防衛室は、シャーリに積極的に協力いたします。あ、ほーん。あ、いい人や。ですので、どうかあの子たちが夢を追い続けられるように、助けてあげてくれませんでしょうか。ラビット招待の処分については先生にお任せします。シャーレにおいて見守るというのもあるでしょう。好きにさせるという手もあるでしょう。その点については先生のご随意に。 SRT 特殊学園を復活させて戻ってもらうということだけは難しいのですが、私が決めちゃって大丈夫なの？はい、こう見えて私、結構行政委員会の中では信頼があるので。他のメンバーに仮を作ったということにしておきましょう。エリートたちの未来に比べれば、これくらいは安いものです。優しいなぁ。では先生、彼女たちのこと、よろしくお願いしますね。次回、消えない不審。すいません、カヤの株買おうとしたんですけど、なんか安いですって。え、なんでだろう、間違ってるのかな。あ、みんな無事でしたか。今日初見の人のためにさ、おさらいとは言いつつ、今日初見の人のためにあんま変なこと言うのやめておくか。なんだ、みやこもいたのか。みやこちゃん、やっと終わったよ。終わったんだよね。さっさと帰りたいんだけど、飴もなくなっちゃったし。そんな悠長なことを言ってる場合か。私たちの処分についてはこれから言い渡されるんだろ。トキ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 。あの感じだと、まあ最低でも退学ぐらいは覚悟しないとな。トキ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 。そんなこと言ったって、どうせ SRT 特殊学園はもうないんでしょ。退学処分になったところで何も変わらないじゃん。ね、でもそれが最低ってことは、ま、もっとヤバい可能性もあるね。地下の怪しい施設に連れて行かれていろいろさせられるとか、いろんな実験台にさせられるとか。へぇー、へぇー、まあ無理だー。すみません、私がもう少しうまくやれていたら。
みんなこんな目に遭わずに済んだのに。おい、どうしてお前が謝るんだ。何、責任とか感じてるの。都、勘違いするな。学園の閉鎖が決まったあの瞬間から、お前は小隊長でも何でもない。なのに責任とか勝手に感じられても困る。別に今はそんなこと期待してないし。仲良くやろうよ。ふん、仲良くやりましょうよ、つずみやさん。誰の話をしてるんだ。ふん、それは、でも私は。ウィソツ、あんたはシャーレの。え、ごめんなさい。まだいたんですね、先生。バルキューレに何か用事ですか。それとも、まさかとは思いますが、私たちに用事が。うん、行政委員会から今回の処分の件について結果発表させていただくことになりました。名取さなです、よろしくお願いします。ま、どんな処分でも別に構わないけど。結果発表、とりあえず全員釈放、もう自由だよ、好きなとこに行って大丈夫です。ワンダビック、はい。釈放、処罰は。待て、つまり私たちは SRT に戻れるのか。いや、それはできないんだけど。それはできない。なんだ、喜んで損した。いやいやいや。だってナトリではそこまではできんかった。そこまではできんかったけど、ちょっと待って、ナトリが、守ろうって言って、嘆願書を集めなければ、あれよ、みんな、あれだよ、八つ咲きだよ、八つ咲きだったんだよ。もうあれだからね、バルキューレの前のところに牛もう来てるからね。そんなの耐えられる、ナトリのおかげだからね。公園での作戦は成功。その功績の分、シャーレが処分を決めることになったということですか。理解しがたいですが、状況は把握しました。それで先生は私たちに何をさせたいのですか。何と言われても、みんなは何がやりたいの。なんでこっちに聞き返すんだ。 SRT に帰れないなら別にどこに行ったところで。とりあえず私はどこかで休みたい、もうクタクタだよ。サーレで休んでもいいし、そこで生活してもいいよ。全然なんかね、ふかふかのソファーとかあるよ。人をダメにするやつとかもあります。は？自分のところに女子生徒たち集めて何をする気。信じられません、そんなつもりじゃ。いいじゃん、同じ女同士。やっぱりこの前のことを根に持って。いやー、散々ハレンチなことをさせられるんだろうな。そういえば、シャーレにはやたらと盗聴器が設置されてるって噂を聞いたことがある。それナトリ聞かれてる側だからね。じゃナトリが聞く側じゃないねん。私たちの生活を盗聴して何を。普通の漫画じゃ描けないようなことを強要させられたり。しない。せっかくの行為ですが、その提案は受けられません。私たちがシャーレで快適な生活を送っていては、本来の目的である連邦生徒会への抗議が成り立ちませんから。シャーレに行ったところでちゃんとした規律や訓練があるわけじゃない。いや、朝はあれだからね、日の出よりも前に起きてラッパの音で起きて訓練始まるから。何を言ってるの。ちゃんとした規律や訓練あるに決まってます。夜、皆さんスマートフォン禁止です。スマートフォン取り上げます。朝はラッパの音で目を覚まして訓練をします。で、遅刻したやつは全員叩きます。お尻叩き500回ですね。はい。で、
お昼ご飯、お昼ご飯は3分で食べてもらいます。3分で書き込むように食べてもらいます。そん時間がもったいないのでね。で、午後も訓練、午後マラソンですね。あの、100キロ、30.195キロ走ってもらいます。やるから。で、夜は8時就寝で、4時起き、よろしくお願いします。1日2日ならともかく、そんな場所にずっといれるのは耐えられないだろうね。どうせ危険物の取り扱いは禁止されてるだろうし、急に信じるのはちょっと。拾えないコメントがありました。ちょっとやめてください。そしたら、あの公園でキャンプとかどう？あの公園、デモをしたあの場所ですか？コウサギ公園か。私はそれで構わない。環境的に SRT の野戦訓練場みたいなものだし。私も別に。っていうか、装備類あそこに置いてきちゃったし。私も。ある意味ではデモの続きになりますし、私たちとしてはそれで構わないのですが。先生はそれでいいのですか？私はもちろん大丈夫だけど、みんなの方こそそれでも大丈夫？何かできることがあれば、やっぱお風呂とか、何かと入りようですから。ご飯とかね。構いません。私たちはただ無力なだけの子供ではありませんから。それに、改めてになりますが、私たちは先生を信頼していません。こうして恩情をかけてもらったところで、それが変わったりもしませんので。じゃあなし！はい、じゃあなし。バルキューレの前に牛止めてあるから。そのロープで手と足縛って。牛待たせてるから。農家の方から借りてきた牛なんだから。早くして。うわ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 。じゃあもういいから。お母さんもういいよ。お母さんもあんたたちのこと知らない。お母さんがあれだけ。お母さんがあれだけね、あなたたちが。あなたたちの進路、なるべく尊重したいと思って。お母さん、あなたたちが、牛に、八つ咲きにされるところを、回避してあげたっていうのに、嫌ならいいです。じゃあ、お母さん、牛さんに挨拶してきます。これ、今日よろしくお願いしますねって、お母さん挨拶してくるから、あなたたち利用しなさいよ。みんなが辛くないから、それに越したことはないから。変な人。それでは。次会った時は敵だからな。いや、最初から敵じゃん。ほら。待って、置いていかないで。な、牛さんどうしたんですか？もうロープがピンとなってますよ。あとは歩くだけです。歩けません。なぜか強い力で引っ張られているかのようで。そうだ、忘れていた。ここはキモトスだった。あれ、次5話だっけ？消えない不審だっけ？あ、消えない不審見たから、食料調達を始めます。第6話、食料調達を始めよう。翌朝、みんなが無事に過ごせているかを確認するため公園を訪れていた。ランニングと称して、ランニングというカモフラージュをして、いやー、健康第一、健康最高、健康以外になりたくない。いったい、マジで、何？トラップ！ただランニングしてただけなのに。あー、SRT は一般市民にもそういうことすんのか？なんだ、先生か。おはようございます。何か変な動きしてるから、不審者か野良犬かと思って私が走ってたから。いや、これやっぱりさ、ナトリさ、最終編とかのスチルや、今までの先生の言動から見て、先生、子犬説を推してるんだけど、そう、イラストとかスチルのアイレベルがあまりにも低いから、先生、子犬説を推してるんだけど、やっぱこれ犬と思われるってことは、子犬説なんだな。なんだよ、アトリが日課の四つん這いマラソンをしてる、何が悪いの？野良犬って公園に罠とか危ないでしょ。本当に野良犬がいたらどうしたの？そうは言っても仕方ないだろ。
侵入者を防ぐためにはこれくらいやらないと。いや、アイトゥーアイだよ。目と目で、目で公園中を360度一人で見回すことが、そういった目を持つことができれば、そんな罠には頼ることはしなくてもいいわけだから。360度見渡せない目の方に問題があるんじゃないのか。あ、先生じゃん。おはよう。そこの足元気をつけた方がいいよ。地雷埋まってるから。足を離した時がやばいって。代わりに踏んでくれるか。一人分の日だまりに二人で地雷を踏もう。で、待て待て、一歩も動けない。地雷どの辺？どの辺だったかな。具体的な場所を忘れちゃった。ま、爆発したらそこにあるよ。先生は、全員集まって。先生はね、BB 弾でも痛いんだよ。 BB 弾でも肌が裂けて本当に痛いって大声で泣くような、そんなか弱いナトリなんだよ。大切にしてもらわんきゃ。あんたたちは何発でも地雷耐えられるかもしれないけど、ナトリは最初の一発が最後の一発になっちゃうの。どうしてそんな危険なものを次々と。ね、やっぱ SRT って危ないんちゃう。解体した方がええか。先生任せてくれ。危険も何も最小限の自衛手段だ。そうそう、なんならこれじゃ全然足りないくらいだよ。できれば公園の外周部分に対戦車地雷とかいろんなトラップを仕掛けておきたいところなのに。明らかにやりすぎなのでは。公園の入り口付近にランニングをしたい人たちが集まってきています。あんだあんだあんだ、ここ使えないのか。シャールの先生、昨日デモは沈静化したって言ってたじゃないか。なんだこれ、まだやってんのか。これ片付け中か。入ってみるか。あ、危ないっすよ。ボン。明らかにやりすぎなのでは。警戒においてやりすぎなんてことはない。常に万全の準備をしておかないと。少し油断したらまたあのワンコみたいな警察がやってくるとも限らないしね。わからないしね。先生は何やってるんだ。さっき萌え、何か問題でもありましたか。おはよう。先生。おはようございます。おはようございます。早朝から何か用ですか。大丈夫かなって思って。何か困ってることとかある。見ての通り何の問題もありません。SRT 特殊学園はキャンプ生活に慣れてますから。これくらい SRT なら朝飯前当然の素養だ。それにここは水が使えるし、むしろ快適なくらいだね。日陰も多くて隠れやすいですし。ですので気にしなくても大丈夫です。別に何も問題ないから、さっさと帰れ。うるる、地雷の音かな。今のって雷が近いのかもしれないな。それは無理があるでしょう。どうして我慢できなかったのさ。仕方ないだろ、生理現象なんだから。改めてですが、何も問題はありませんので。本当に腹の虫が。あー、もうイライラしたら余計にお腹空いてきた。その実は。あー、もう何も食べてないんだよ。悪かったな。水はありますが、逆に言うと水しかありませんから、呼吸も何も当てにはできませんし。くそ、こうなるなら SRT から食料を持ってくるんだった。対空ミサイルを持ってくるなら普通に考えて食料の方が。何言ってんの、ミサイルだって大事じゃん。何よりも綺麗だし。それよりその地味に重い共犯の方が問題でしょ。それを捨てて食べ物を入れとけばよかったのに。バカ、学生が共犯捨てるわけにいかないだろ。お店で買うにも学校の口座が停止されてしまっているので、私たちきっとこのまま飢えずにするんだ。
カバンからカップ麺を取り出す。副音声だ。お湯を入れる名取さな。3分経過を待ち、パッケージを開ける。ふわっと湯気が立つ。美味しそうな匂いがする。割り箸を割る名取さな。あーうんめえ、マジで。あ、晴れて。カップ麺、日清の鶏ガラ醤油ラーメン、私の大好物。他にもいろいろ持ってきたから一緒に食べない？まあ先生がどうしてもって言うんなら。待ってください。簡単に受け取ってはいけません。追い詰められた環境において重要な物資を提供する素振りを見せ、その見返りとしてさらに大事なものを要求する、よくある手口です。真意もわからない段階で受け取るわけにはいきません。あ、もう、あつ、わかったわかった。あー、うめえな、おい。あー、カップ麺うますぎ。あー、うめえ。え？いや、特に見返りとかは。ナトリが食べるとこ見てて。は、信じられるとでも思ったか。もともと作戦時は持参したもの以外は胃に入れないなんてのは普通のこと。安全性も保証されていない食べ物をやすやすと口にするわけないだろ。そうだね、マジでそれ思う。ねえ。カップ麺の蓋を開ける。落語家みてえな麺のすすり方、足りまえよ。ベベン。な、おい、食べないって言ってるだろ。あ、ここにありますのは、あ、ベベベン。落語となんか勘違いしてるな、歌舞伎を。あ、ベベベン。取り出したるはカップ麺。お湯を注ぎまして、カレー飯、カレー飯、カレー飯でゴー。いい匂い、ますますお腹空いてきた。せっかくだし食べたら冷めちゃうよ。結構です。そんな形で私たちの意思を折ろうとしても無駄なこと。一度引っかかってしまえば先生の策略に巻き込まれ続けることになりますし、バカがカップ麺で誤算して食べるか。まあもっとご馳走で釣られるならまだしも。いや、いいんだけど。あ、じゃあこれ2個目食べようかな。いただきます。これね、あのマイクラの雲の音にも転用できます。じゃあとりあえずお先に。カップ麺を2個も食べちゃいます。めちゃくちゃ似てる。ぐっ、めちゃくちゃいい匂いが。ま、負けてたまるか。こういう時こそ深呼吸。あっ、お、ふわ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 、仰ぎか、えん。直でカップ麺の匂いを嗅いでしまい、えんって言いながら血を吹く先。薬物を使った拷問への対処として学園で習ったろ。脳が刺激されたところで意志が折れなければ問題ない。別の方法でごまかすんだ。えん。手で仰ぎかごう。ふぅ、耐えないと。私たちは決して拷問には屈しません。温泉卵を入れる。あ、温泉卵をポーチョリ。あ、今のもしかして。この段階で卵は反則だわ。絶対美味しい。 SRT でさ、カップ麺の SRT でカップ麺のタイアップやってほしいんだけど、いけますか？これ絶対いけると思うんだけど。なんならカレー飯とかやってほしすぎるでしょ。あそこまでされたらもう
我慢できない。パタ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 。食べる？食べる。食べる。食べる。はい。ところで、やっぱりバルキューレに行くって手はなし？あ、これちょっと早すぎるからな。こっち少なくとも食料問題はそうした方がいいですよ。やはり私たちの忍耐力を揺さぶった上で交渉をしようと。あ、違います違います。本当の姿を現したな、このゲスめ。やっぱり世の中は醜いもの。おぞましい手段を使ってくるじゃん。あれ、もうもう食べて。いただいてるよ。何をされても私たちの学園に対する気持ちは変わりません。確かに空腹もあります。不便です。それでもこうしなければ私たちの信念は守れません。それを差し出してまで悠々自適な生活などいらないのです。ふん、おいしいです。ミュまで。持ってきたメモを渡す。これは情けに見える形が嫌ならこれはどうかなって。とりあえず私からって形じゃなくて食べ物をもらえるよ。そんな食べ物が毎日廃棄されてる場所なんかあるはずが。シャーレの先生、まさかここまでとは。このメモ用紙を、使い捨てのメモ用紙を食べろというのですね、下劣な。あ、いや、これって食べれるメモ帳であって。何が食べれるメモ帳ですか。そんなものがあるわ。本当だ。ほのかにイチゴの味がします。そこまでは言ってないんだな。とりあえず私からって形じゃなくて食べ物をもらえますよ。実は何かありますよ、ここでは。ここに行けば何かがあると。何をされても心は変わらないとすでに何度も言ったはずですが、本当に何を考えているのか。わかりました。どういった内容かはわかりませんが、これは受け取っておきます。でも食べられるメモ帳はガチで売ってるから、あくまで受け取るだけです。だいぶ落ちてるな。あと100円投入したらいける感じかな、これ。だいぶもうもうグラグラしてるよ。あいつ本当に何を考えてるんだ。先生も私たちのことを分かってくれようとしてるのかな。甘いよミユ、そんな簡単に心を許したら危ない目に遭うよ。でもさっきの表情は割と真剣だった。適当なことを考えているわけじゃなさそうだ。もしかしたら今後SRT を復活させるのに手を貸してくれたり。書かれてた住所、ここですね。もうお腹が空きすぎて一歩も歩けない。ここシャーレのオフィスじゃないか。ここに呼んで。あ、一体何を。いらっしゃいませ。ではまず服を脱いでいただけますか。あ、こちらの塩を体に揉み込んでいただいて前へお進みください。あれ、確かそろそろ。そらー。ナトリ先生の紹介で来たんだけど。あ、お待ちしておりました。先生からお話は聞いています。廃棄品を代わりに処分してくださるんですよね。は、ここはあんまりお客さんも来ないので廃棄品が多いんです。もったいないのですが、毎回生ゴミ用のビニール袋に入れて処理するのですが、それも結構手間でして。それを代わりにやってくださるというようなことを先生から聞きまして、助かりました。こちらに集めておきましたので。おい、先生たちみんな行かないか。あれ、もしかして何か手違いが。いや、大丈夫大丈夫、あとは任せて。そうでしたか。それとは関係ありませんが、体調は大丈夫ですか。なんだか顔色が悪いような。それはお腹が…いや、まあいろいろとあってね。
他に何か賞味期限切れのものとかあるかな。全部持っていくけど。はい、ありますので、ちょっと待っててください。廃棄品を私に任せて。星野、待て待て待て、萌え、これはいろいろダメだろ。廃棄弁当をもらうなんて、そんな。でもこれ捨てられちゃうんでしょ。まだ食べられるのにもったいないじゃん。確かにこれは情けって感じじゃないし。でも私たち SRT がこんな。ま、サキが食べないなら別にいいけど、私が美味しくいただくから。食べないとは言ってないだろ。ぐへ、ふんふん、私たちこれからはこうして廃棄弁当をもらいながら過ごしていくんだ。名取先生、この屈辱忘れませんからね。そんな。次回、人参作戦。先生、あなたのことが嫌いです。来週もあなたのことが嫌いだ。あら、そっちでしょ。先生、来週も私たちはあなたのことが嫌いです。アニメの次回予告でやってもらいましょうかね。では、人参作戦行きましょうか。数日後、みんなが無事に過ごせているか確認するため、再び公園を訪れていた。残念ながら意地を張ってしまったせいで、餓死してしまいました。言うほどたちかって。あ、私たちかって。まあ、それは、あれだな。やっぱ主語はでかく、心に錦って感じだ。萌え、どうしてお前が焼肉弁当を持っていくんだ。どうしても何も、私が持ってきたんだから文句ないでしょ。お前は昨日生姜焼き弁当を食べただろ。今日はおとなしくもやし弁当でも食ってろ。うん、食べます。知るか、さっきがもやし食べればいいじゃん。じゃあ、私はこのソーセージ弁当を。みんな落ち着いてください。 SRT が食べ物をめぐって喧嘩なんてみっともないですよ。お、正論。何の保証もないこの状況で質を争うのはナンセンスです。今はお腹が満たされるだけでよしとしましょう。じゃあ、みやこはどれにするんだよ。私はこの唐揚げ弁当で。一番高いやつじゃんか。いや、いろいろと大丈夫そう。よりによってこのタイミングね。ね、そのこれはお弁当で喧嘩していたわけではなく、お弁当っていうのが可愛いね。ああ、仲良くお昼ご飯の話をしてただけだ。仲良く、まあ、喧嘩してないならよかったけど。喧嘩に見えたなら目でも洗ってきた方がいい。ちなみに、大昔はプールに入る前、目を洗うみたいなやつがあったが、あれはもうない。私たちは至って正当な競技をしてただけ。その結果がどうであれ、同じ訓練を共にした身として、その時は。じゃあ焼肉弁当は譲ってもらおった。まだ競技中だろ。いいから一旦置け。あれはエビデンスがないので、プールを出た後目は洗わなくていい。恥ずかしいところをお見せしました。ですが、はい、特に問題があるわけではありません。食料の面も、まあ、例の廃棄弁当で当面の解決はできましたし。先生はそれで屈辱を与えて心を折ろうとしたのかもしれないけど、そうはいかないよ。私たちはそんなの全然気にしないから。
作戦のためなら私たちは何だってやる。もう先生がいなくたって私たちはこのまま。はい、じゃあ、今まで、コンビニ弁当体験コースへの申し込みありがとうございました。というわけでですね、本日をもちまして、楽しい楽しい様々な種類の用意されたコンビニの廃棄のお弁当体験コースでしたが、本日で、終了とさせていただきます。楽しんでいただけましたでしょうか。長らくのご愛顧ありがとうございました。これより先は有料となりますので、ぜひシャーレにお越しいただきまして、コンビニですね、お越しくださいませ。お待ちしております。器が小さすぎるだろ。でもだってこいつらがいいって言ったじゃん。でも顔色が悪い気が、やっぱコンビニ弁当ばっかり食べてるから。大丈夫、具合悪い？1ヶ月無料ということでお楽しみいただけましたでしょうか。ちなみにサブスクライブは自動更新となりますので、この SRT の口座から引き落と、あれ使えなさそうですね。ま、待て、近寄るな。あ、風を切る音が聞こえた。それ以上近づいたら本気で殴るぞ。それは、まあ。いった！当たってなかったわ。さりげなく近づかないでください。足を狙いますよ。そんにゃ。だって、匂いが。ナトリ臭いかな。ここに来る前にシャワー浴びてきたんだけど。へえ。いや、だからそうじゃなくて、最近湯船に入ってないからかな。それは生徒に避けられるのも仕方ないかも。なんか最近他の生徒にもなんかね、誰お前みたいな感じで急に避けられるようになったんだけど、臭かったんかな、ナトリ。そうじゃなくて、問題は私たちの方だよ。ああ、行っちゃった。そう、ナトリ先生は小動物、子犬だから嗅覚が鋭いんだよね。仕方ないだろ、もう4日もシャワーを浴びてないんだから。ごめん、じゃあ銭湯に行くとかは？食料を買うお金もないのに銭湯に行く余裕があると思うのか。エド・スタフォードも言ってただろ、まず食料だって火だ、まず火だ。火起きてる。めっちゃ飯盒炊爨やってるじゃん。あれ、飯盒炊飯と間違われがちな飯盒炊爨やってるじゃん。洗顔くらいでしたら公園の水でなんとかなるのですが。作戦中は汗をかいても気にしませんが、長期戦となると衛生面的に。シャーレのシャワー室使う？さっきナトリが使ってから来て、距離そんなにないからあれだな、まだビチャビチャかもしれん。すまん、そこは許してくれ。最低。え？どしがたいです。私たちが武装を解除した瞬間に何を。犬の毛が飛び散ってるようですけどって。いや、そうなんだよ、ブル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 ってやって、体乾かしたから、ブル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 ってやって乾かしたから、壁とかもビシャビシャかもしれん。あと、お風呂出た着替えの中継地点のところもちょっとビチャビチャかもしれん。肉球の跡がついてるかも。シャワーを浴びさせてその隙に何しようっての。もしかして実物より残渣の方が好み？ヒュー。私は一体何だと思われて。信用できない大人、変質者、燃えないゴミみたいな。別に何も。あ、そっか。とにかくそれはそれで解決策を考えますが、しばらく先生はこの公園に近寄らないでください。とはいえ解決策も何も。外で水をかぶったらそれこそ風邪をひくだろうし。トイレの貯水槽にミサイルでも打ち込む？余計に汚れると思うけど。キャンプでお風呂ならドラム缶とか？ドラム缶？ああ、下から火を焚くのか。
以前百鬼夜行連合学院で似たようなものを見た気がします。それどうやって体を洗うんだろうね。っていうかセンスが古い。でもロマンやんか。それは同感。まあ先生なら仕方ない。どういう意味だよ。ですが牛の皆さんいけますか今日も。それくらいしか方法はないかもしれません。きちんとした設備は準備できませんし。萌え、資源管理システムに接続してドラム缶を使ってる現場を探してくれませんか。それが見つかったらすぐに出動しましょう。出動ってつまり？衛生面は部隊の存続に直結する重要な問題です。どんな手を使ってでもできるだけ早期に解決しなければなりません。でもちょっとさ、頑張って歩いて他の自治区まで行ったら、他の自治区まで行ったらさ、温泉開発部っていうのがあって、2275温泉郷とかもあるんだけど、行けますか？持ち場を離れろっていうのか、最低だな。ふーん、すいません。ん？今温泉の話した？あ、いや、してませんけど。では今から浴槽の確保、人参作戦を開始します。次回、人参作戦。よし。こちらラビットワン。現在時刻は2人〇〇ポイントデルタに到着しました。現状特に問題はありません。これより人参のあるポイントエコーまで移動予定です。こちらキャンプラビット。各位の GPS 信号を確認。警備会社の勤務シフトも確認したけど特に大きな変更点はなし。ま、ポイントエコーまでは問題ないでしょう。あ、ちょっとよろしいでしょうか。あ、素人質問で申し訳ないのでさ、あ、どうかしましたか先生。ここまで来て小言を並べるつもりなら帰っていただきたいのですが、変なことを言われては作戦に影響します。いや、いろいろと心配になってついてきちゃった。うん。もしかして盗みでも働くと思いましたか。私たちは SRT、 市民の財産も盗んだりはしませんよ。すいません、これって捨てるものですか。再利用とかされたりしないです。捨てるものですか。ここにあるドラム缶は廃棄予定となっているもの。つまり持ち帰ったところで誰にも金銭的な損害は生じません。むしろ企業にとっては処理の費用が節約できるはずです。だったらやっぱり素直にもらうとかは。それは捨てられた後じゃないとまずいのでは。そこから先はプライドの問題だ。他人の同情を当てにするなんてことはできない。そっか。まあ、あれだ。この間の弁当については、あれはあくまで私たちが確保したもの。そういうことだから。プライドにかけて、私たちは絶対に、もう法律のプロフェッショナルがいるやん。犯罪らしいぞ、コメントが言うには。ラビット2、落ち着いてください。作戦中です。そろそろ時間です。突入前に偵察をお願いします。っていうか、ミヤコ、なんでお前が普通に指揮をしてるんだ。ラビット2、作戦中はコードネームを使ってください。ち、それは正論だけどさ。っていうか、それより、なんでお前が指揮してるのかって聞いてるんだよ。それは、私は隊長で。上からそう指示された、それだけだろ。SRT 特殊学園を閉鎖させた、あの連邦生徒会の指示で。でも今はもうこの状況だ。誰が指揮を取ったっていいはず。じゃあ、ナトリか。みんなはどう思いますか。私は別にどうでもいいかな。どっちでも変わらないっていうか。あ、本当？
私は、了解です。では、今回の隊長は任せ、え、マジ？おめえじゃねえ、座ってろ。はい。指揮をお願いします、ラビット2。ふん、まあ、所詮、相手は普通の警備員だし、これくらい朝飯前だ。超安全だ。こういうシチュエーションも訓練で散々やった。それこそ目をつむってもできるくらいに。サキちゃんじゃなくてラビット2、私はどこで待機すれば。は？ちょっと待った。市街地戦でのスナイパーの位置は確かノートに、あ、ノートがねえな、こりゃ。あ、これ無理だ。ごめん。うわぁ、はみすぎた。ほら。誰か近づいてきます。は？このルートには普通来ないはずだろ。あっちゃー、なんでかなぁ。わからない。想定外。さ、セキちゃん、どうすれば。ね、逃げてもいい？あ、それは、待って、ノート見るか。あ、ノートねえわ、悪い。高いところ、とにかく高いところにいてくれ。共犯によれば、狙撃の基本は視野の確保、高いところに登れば多分ほとんどの状況で。待ってください、サキ。あのタワークレーンは狙撃に向いているとしても、逃走時には、それくらい分かってる。はぁ、あんなドラ？はぁ、あら、かわいい子たちがいるね。あ、侵入者？荷物を盗みに来やがったか、この、カソ泥め。誰がコソ泥だ。あー、もう光線開始。最大火力を投下して各自ポイントエコーまで直行。あ、この時はそっか、萌えが皆さん、まあ、そもそも現場に来てないっていうのもあるけど、まだ実装されてないからなのかな。無意味な抵抗です。無意味な抵抗です。援護します。援護します。私はその辺の小石。移動します。移動します。これは痛いぞ。やっぱもうちょっと広がってもいいと思うねんな。ポジション変更します。あれ、萌えの実装タイミングってなんだっけ。え、なんか変、結構変なタイミングだって。誰かと一緒だったよね、なんだっけ。ラビット2、忘れちゃった。準備完了。ラビット2、効果準備完了。乗ったスイーツ部のタイミングか。これは痛いぞ。改めて見てもよくわかんない。準備完了。ハーネスの準備完了。援護します。雨加えてるから放課後スイーツ部かな。やりました。クソ泥がどこに行きやがった。遠くまでは行ってないはず。この辺りを探せ。だからクソ泥じゃないっての。さっき声を落としてください。気づかれてしまいます。何々してください、何々してしまいますで、やめてください、死んでしまいます。やめてください、死んでしまいますが毎回脳裏によぎるんだよな。キャンプラビットへ。こちらラビット1、ポイントエコーに到着しました。目標の人参も無事に確保。幸いにも負傷者はいませんが、先ほどの光線で当初の計画にあった退路が使えなくなりました。加えて敵の増援も確認。ま、サキが隊長って時点でこうなると思ってたけど。バシーンバシーン、やめてください、死んでしまいます。完璧なのは理論だけ、実際にやると失敗ばっかりだし。うるさい。萌えだって実技の演習はダメダメだったろ。くそ、何が問題だったんだ。実際にやってみるとうまくいかないってことって多いよね。
うんうん、わかります。チッ、 SRT の実力を見せつけるせっかくのチャンスだったのに、シャーレにもこんな失態を見せるなんて。ところで、ミユはどこに？一緒にいるんじゃないの？ GPS 上では反応が重なってるけど。まさか空に。すごい、上空遥か彼方だ。確かにこれだったら GPS 上では重なっているように見えるかもしれない。あのバカ、無線機をバッグに入れたままじゃんか。先ほどの光線時に焦ったのでしょう。あそこから移動したとして、 B 棟にあるあのタワークレーンでしょうか。 B 棟って、あそこさっき見た感じ警備員がわんさかいたぞ。あの辺は遮蔽物もないし、自力での脱出は期待できそうにないな。さっきどうしますか。あ、漁師もつれか。どうするも何も助けるしかないだろう。となるとこのドラム缶は置いていくか。いくらなんでもドラム缶を背負ったまま戦うわけにはいかないしな。そうですね。残念ですが人参は諦めて、まずは救出を図るとしましょう。敵の数も多いですし、覚悟をした方が良さそうです。先生、どうかしましたか？あ、ドラム缶かぶってくのはどう？正気ですか？ドラム缶をかぶったまま移動し、敵の目をごまかすと。待て、確かに本で読んだことがあるぞ。段ボールやドラム缶を使って幾多の潜入任務を成功させた伝説的な工作員の話を。いいセンスだ。いえ、いくらなんでもそれで怪しまれないわけが。でも他に方法もないだろ。ナトレさ、メタルギアソリッド、ナンバリングどれかわかんない、忘れちゃったけど、やったことがあって、その、地面から這い出てきた時に一瞬すぐに見つかって、で、どうだみたいな感じで怒られるのがマジで怖くて、ガチで一生建物の地下っていうか、土台の部分から全然出れなくて、本当に怖かった。ビビっちゃって。やればいいだけの話なんだけどな。でも他に方法もないだろ。私だってこの先生に従いたくはない。でも私のミスで作戦が失敗したり、隊員に怪我が発生する方が。わかりました。それに従いましょう。それでは慎重に合うドラム缶を装備。ラビット4の救出に向かいましょう。あんなところにドラム缶なんてあったっけ？知るか。この公安にドラム缶がどれだけあると思ってんだ。お前全部の位置覚えてるわけじゃないだろ。まあそうだけどさ、なんか不自然っていうか、動いた気がするっていうか、疲れてんだろ。ほらさっさとコソ泥捕まえて休もうぜ。まさか本当に気づかれないとは。私も半信半疑だったけど、そんじょそこらの偽装とか遮蔽物とかより効果がありそうだな。そこまで効果があるならもっとたくさん持って帰りたいところだが、まあ一人で2つ以上持って帰るのは現実的ではありませんね。 SRT に戻った際に購入を検討しましょう。ラビット2、もうすぐランデブーポイントに到達します。みゅーん、みんなどこに行ったの？さきちゃん、みやこちゃん、この状況じゃ大声も出せないし、無線機もどっか行っちゃったし、ふーん、もう終わりなんだ。このままみんなにも忘れられて、このクレーンの上で干からびて死んじゃうんだ。
はい、夜混沌。う、にゃ、う、にゃ、こっち、早く中に入れ。怪物が私を引きずり込んで一つになる音。ドラム缶さん、私なんて食べても多分美味しくないです。そんなバカなこと言ってる場合か。干からびて終わるんじゃなくて、ドラム缶に食べられて終わるなんて、そんな、そんな終わり方。あ、もう私だっての気づけ。さきちゃん、ドラム缶を使ってバレないようにここまで来たんだよ。ほら、さっさと行くぞ。さきちゃん、私、みんなに捨てられたかと。違うから、ほら、さっさと中に入れ。あと、SRT が作戦中に泣くな。でも、じゃあ、警備員に気づかれる前に早く。いたぞ、侵入者だ。う、にゃ、う、ち、バレた。敵の接近を確認。ああ、こりゃすごい数のドローンだ。ラビット2、どうしますか。あ、こういう時はとにかく走れ。その後、ドラム缶をかぶったまま降り注ぐ銃弾の中を走り、なんとか公園までたどり着いたとさ。はあ、このお風呂ちょっとずつお湯が流れて、これ源泉かけ流しってやつだ。はあ、ここまで来れば大丈夫だろう。うわ、なんだこいつ、未確認生物、ハイヨル混沌。ま、とりあえず一回燃やすか。やめろ、私だって私。誰がハイヨル混沌だよ。っていうか、さっきミユにもそれ言われたし、同じ漫画読んでるとかなのかな。無事に戻れましたね。特に負傷者もいないようで何よりです。名取先生は怪我などは。ああ、なんか片腕ないわ。なんか血だらけだった。でもアドレナリン出てるから大丈夫。私も大丈夫だよ、ドラム缶のおかげで。そうでしたか。もし万が一私たちの作戦中に先生が怪我をされたり、連邦生徒会からまたどんな処罰を受けるのか分かったものではありませんから。いやー、にしてもさきは思いっきり集体さらしててね。あんなに自信満々だったのに、相変わらず実戦に弱いね。うるさい。予想外の事態さえなければ5分で終わってた。まったく、現実はいつもこうだ。急犯通りにはいかないよね。ですが、とにかくお疲れ様でした。さっきの指揮のもと、作戦が成功したのは確かです。ふん、にしても汗でベタベタだ。こういう時こそお風呂に入りたいけど。キヒ。そう言うと思って、こうして事前に薪とか必要なものを用意しておいたのさ。ほらほら、さっさとお風呂に入ろう。用意しておいたのさってことは、お前作戦中にお風呂の準備してたのかよ。普通だったら懲戒処分者だぞ。まあでも、入れるならありがたく入るとしよう。じゃ、もう一仕事するか。了解。了解。マジこの BGM 好きなんだよな。このスチルもマジでめちゃくちゃ顔が可愛い。全員さ、ほんとなんか書き分けってそれ当たり前だけどさ、全員なんか顔の特徴が違うのがマジで可愛い。顔、うん、萌えのこのお下げ髪みたいなのめちゃくちゃ好きなんだよね。あー、生き返る。
やっぱり疲労回復にはお風呂だ。ドラム缶のお風呂、思ったより悪くないですね。お湯加減もいい感じで。これ、温度の調節難しそう。寝る前に入ったカエルみたいに、私もこのまま。心配ご無用、その辺はサーモグラフィーでちゃんとチェックしてるから。むしろこれだと温度ぬるくない？テルミットの粉でもかけてみる？バカ、全部吹っ飛ぶぞ。それにこれくらいの温度でちょうどいいって。これ以上熱くしたらウサギ汁になるよ。こうやってみんなで入るのもなんだか少し楽しいですね。いつか SRT に戻ってもたまにはこうやって。まあ誰かが来ないかどうかちゃんと見張ってないとだけどね。まあ大丈夫だろ、周囲には誰もいないし。隊員同士は裸を見せ合うなんて今更だし、この時間帯の公園に来るやつなんていないって。ま、もし誰かが来たとしても地雷とターレットが反応するはず。ところで先生はなんでここにいるわけ？流れというか、なんていうか、見張り役ですかね。おい、なんでいるんだよ。生徒の入浴姿を見るとかアウトだろ。でも同じさ、女としてさ。こればっかりは撃たれても文句言えないぞ。やっぱり作戦が終わって武装解除の隙を狙ってたんですか。萌え、ミサイルを。あとね、これね、このスチルの何がいいかってね、このブルアカ特有のガチで強い光、ガチで強い光と、もうめっちゃ濃い影みたいなのがすごいいいんだよね、このスチル。こういう思い切った光のつけ方できないよ、なかなか。ナトリはなかなかできません。よっしゃ、くらえ。はい、グエー診断後というわけで、この世界戦は終了でございます。リーダー、どうやらあの公園に新入りが来ているようです。縁というのは風のように訪れ風のように去るもの。それが悪いものかどうかについては早々には断定しきれません。ただ彼女たちが私たちとの共存を望むのであれば、ありのままの状態を享受する無所有の心を持ってもらう必要はありますが、皆さんから見ていかがでしたか。彼女たちもまた私たちと同じ無所有を誇る高潔な存在でしたか。はい、無所有どころか欲にまみれていました。その上やたら行動力があって廃棄弁当をほとんど持っていかれてしまい、今までほとんど消えることのなかったもやし弁当まで、廃材なども一通り持っていかれてしまい、私どもの補修もままなりません。なるほど、せっかくの縁でしたが物欲に侵されてしまいましたか。ピーガガガガガガ。騒ぎ立てたくはありませんでしたが、いいでしょう。武器を用意してください。物欲に目がくらみ道徳を失った俗物たちに無所有の喜びを教えるとしましょうか。次回、灰夜影。今週も私たちは先生のことが嫌いです。我々やれやれ。うん、ここはそういえばあのシーンか。あ、ここで入るのか。近くの市場まで買い物に来ていた。あ、先生？このようなところでお会いするとは奇遇ですね。霧のお疲れ様。はい、その通りです。今日も市民の安全のために。それにこの辺りは美味しい屋台がたくさんありまして、特にあそこのお肉屋さんのカツサンドは絶品で、何かを買うといつも揚げたてのコロッケをおまけしてくれたり。もちろんそれだけが目的というわけではありません。
この辺は不良たちがうろついているということもあってですね。金色の頑張りは知ってるよ。お疲れ様。あところで、先日そこの公園で騒ぎを起こした SRT の生徒たちについて、後のことは全てシャーレに任せたと伺ったのですが、あれから大丈夫でしたか？何かトラブルなどが起きてなければいいのですが。例えば、銃やトラップで先生を威嚇して食べ物を奪ったり、何か大きな要求をしたり暴れたりですとか。大丈夫、うん、みんないい子たちだから。あ、そうでしたか。ならよかったです。デモを起こし、バルキューレに対抗するほどの方々でしたので、もしかしたら危ないのではと思っていたのですが、さすがは先生というところでしょうか。私も先生のような立派な大人になるため、今日もまた精進します。ま、私も全部がうまくいってるわけじゃないけどね。あ、そうなんですね。いや、じゃあ今の謙遜でそんなことないですよって言ってほしくて。もし何かありましたらいつでも本館に、もしくはバルキューレ警察学校に連絡してください。我々は年中無休24時間市民の安全のために動きますので。あ、ところで最近この辺りで変な噂があるんですよ。それも原因でパトロールに来ていたのですが。噂？はい、どうやらこの辺で武装した放浪者集団の方々が歩き回っているとか、荒っぽい服装をした定住地を持たない集団とのことなのですが、どこで手に入れたかわからない強力な重火器を持ち歩いており、市民の方々からの不安の声が上がっているとのことで。それに先日は湾岸地帯に入り込んで廃材を盗んだというお話もありました。一体何が目的なのでしょうか。ねえ、何が目的なんだろう。さすがに廃材盗みね。そんなね、廃材も盗んで、ま、ドラム缶なんて何に使うんだろうね、盗んで。あれ、先生、ドラム缶とまでは私言ってないですよね。あ、先生、何か思い当たることでもありましたか。いや、その情報だと多分違うはず。そうでしたか。もし何か分かりましたらご連絡お願いします。それにしても以前の SRT の件はさておき、強力な重火器を持った放浪者集団だなんて。なんだかこのままではバルキューレ警察学校の武装がまるで貧弱みたいに見えてしまいそうです。この機にバルキューレもより最新式の重機に変えてもらうというのは。なるほど。とはいえ、まあ難しいでしょうね。そもそも生活安全局の基本業務に犯罪者の制圧は含まれていませんし、そもそもどうやらバルキューレ全体として財政状況が良くないそうで、弾丸の補充にも一苦労です。ですがご安心ください。いざとなれば、あだて空剣あだて空剣ってこれなんて言うんだっけ。だってこの財政状況が良くないっていうのを覚えてたら都市貢献あだって空県であって言ってあだって空県であってるのか。都市貢献素手空手、ああ気の身気のままで裸のまま行くぜってことか。それに前回の功績で警備局に転嫁できるかもしれませんし、これからも引き続き頑張っていこうと思います。応援してます。ありがとうございます。これも先生のおかげです。では本館は引き続きぐる、あ、いえ、パトロールに戻ります。
買い物を終えてシャーレに帰る。あ、ここじゃなかったか。そこの君。パラパー、名取先生かね。じゃかじゃん。あ、そうですけど。君に用事があるんだ。ついてきてくれるね。なんか今サブリミナル何かがあった。これ、まず。放たれた煙を吸ってしまい、目の前がぼやけて。意識は闇の中へと沈んだ。若者は何やってんだ。あら、あなた様。この方はお友達でしょうか。いやいやいや、どう考えても違うやんか。主殿、主殿、何をしてらっしゃるんですか。この方はお友達の方ですか。なわけないだろ、マジで。次、無醤油と焼肉弁当だっけな。マジで頼むよ。忍法、ぷくぷくな術。さささ。ちゃんとついててもらわんきゃ。ここは。ん？うんこって言いましたか、今。おや、お目覚めですか。体調はいかがです？問題なさそうでしたら何よりです。下手な おもてなしで何かあったらどうしようかと。何せ私たちもキボトスの外の方を お迎えするのは初めてでして。あなたは。ご挨拶が遅れました。私の名はデカルト。この組織、所有せずとも確かな幸せを探す集い、通称諸格好を率いるリーダーです。諸格か。お耳に入れたのは初めてでしょうか。製品な人生を追い求める方であれば一度は聞いたことがあるのではと思ったのですが。なるほど。まあそうかもしれないとは思っていました。何せあなたは部下を使って食べ物を強奪していたようですからね。何の話。パラ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 。ここマジ好き。パラパラパラパッパ。とぼけるのも大概にしなさい。私の仲間たちがこの目ではっきり見たのです。あなたとウサ耳の生徒たちが仲良くしているのを。えいやあ、えい。ウサ耳ってことはラビット招待のみんなのこと。あの生徒たちの故障については特に興味ありません。大事なのはただあなた方が我々の弓道を邪魔する貪欲な者たちであるということ。なんか邪魔しましたか。あ、どうけ、何け、示してけ。私たちは時にこう呼ばれます。ごくつぶし、あるいは社会の海と。しかしそれはどちらも的を置いていません。私たちは何もしていないのではなく、ただ無所有を実践しているだけなんです。話の流れが見えてきませんね。あ、やっぱりさっきサブリミナル入ったよな。いや、ちょうどスクショしてくれてる人がいたわ。これ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 むっちゃ怖くない。さっきの一瞬チラチラチラってなった瞬間むっちゃ怖くないこれ。キボトスの人々はあまりにも多くのものを所有しています。無名の司祭みたいなシルエットがあって怖いぞ。新しい戦車、高い小銃、ミサイルを防ぐためのバンカーなどなど。こういった欲望はしかし満たされるものではありません。より上に、より高く、それらは最終的に人生を疲弊させるだけなのです。真の幸せは所有ではなく無所有から生まれるもの。生存に必要な最低限のもの以外全てを手放し、無意自然の在り方を維持する。それでこそ
真の幸福にたどり着けるのです。あなた様、新しい宗教をお始めになられたんですか？若者は旦那様の、そうですね、宗教にはこだわりませんが。若者、早く来てくれ。そこで私たちは働かず、所有せずの無所有を実践して生活していたのです。ところがある日、ここに招かれざる客がやってきました。うさ耳をつけて、何やら高価な武装を手にしたその生徒たちは、次々に廃棄弁当を手にしていきました。彼女たちが通った後、そこにはペンペングサも残らず、もやし弁当一つすら残っていなかったのです。ただでさえ焼肉弁当などは廃棄の対象になりにくいのに、それを含めて独り占めを。こんな非常識な行為が許されて良いのでしょうか？贅沢な嗜好品には興味がないって話だったのでは？それはそうですが。とにかく、ラビット正体なのかウサギ正体なのか知りませんが、あの暴挙を許すわけにはいきませぬ。そして、あなたが彼女たちのリーダーと見ました。さあ、約束してください。今後焼肉弁当が廃棄されていたら、それは私たち諸格好に譲ると。あの子は私の部下じゃないよ。あの子たちはただ私の生徒たちであって、もう誰も会話が噛み合ってないや。部下であろうが生徒であろうが、どちらでも構いません。あなたの言うことなら聞くのでしょ。何ですか、その微妙な表情は。先生だというのに自分の生徒たちも律することができないですか？全く仕方ありませんね。こうなったらスマホだけ起こして、そこでおとなしくしていてください。私が交渉することとします。多分無駄だと思うけど、多分出てもらえないよ。これですかね。あれ、いや、これですかね。はい、どうしました？アロナです、先生。これで誰にかかったら一番おもろいから。ちゃんと出てくれるの優しいよな。何の用ですか？私たちは今、食事の準備で忙しいんですか？ああ、あなたがラビット招待のリーダーですか？リーダーって言うと諸説あって。私たちは真の幸せを追求する都市の求道者。所有せずとも確かな幸せを探す集い。略して諸格好の。切られた。そうなんだよ。詐欺か何かだと思ったんだろうね。これだから真理を知らない凡人たちは。あ、鬼連ってやつだ。皆さん、どうやらいたずら電話か何かだと誤解されてるようなんですけれども、あなたたちの先生ですね。あなたたちの先生は捕らえましたよ。こちらの要求に素直に応じなければ、今から先生に残酷な仕打ちを。好きにすれば。では。また切れた。どういうことだ？あなたは本当に先生なのか？これっぽっちも心配されていないじゃないか。まあちょっと複雑な事情があって。くそ、せっかくシャーレの先生を人質にしたというのに、これでは高級弁当が。こうなったら他の方法を。ちょっと試しにあの、ナトリが電話してみてもいい？あなたが直接交渉された？別に構いませんが、そのふりをして警察に通報などという小細工はやめた方がいいですよ。私たち諸格好の武装はバルキューレを軽く凌駕していますからね。ラビット招待に電話をかける。プルルルプル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 ルルル。あー、もうなんなの先生。こっちは夜遅くまで作業して疲れてるってのに。大した用じゃないならもう。あなた、実は廃棄された和牛ステーキ弁当見つけて。あれだけ自信満々だったのに自分だって無視されてるではないですか。はあ、こうなったらもう他の生徒を脅して。私ですか。あ、早い。SRT だ。部外者はどけ。さっき、私たちは今 SRT の任務中ではないので名乗らない方が。それよりここに
本当に最高級の和牛が、和牛ステーキのお弁当なんて SRT にいた頃にも食べたことなかった。うん、絶対にそう言ってた、間違いない。逆探知の結果から推測するに、すぐその辺にいるはず、急いで。いや優秀だ、ま、最終編でもマジで超優秀だったからな、さすが有能。あ、先生、和牛ステーキ弁当はどこだ。迅速な収集は任務の基本、賞味期限が切れているとしたらその馬味は刻一刻と減ってしまうため、今すぐに確保が必要ですと思ったのですが、お弁当はどこですか。嘘ぴょーん、まんまと私たちの計画に騙されましたね。欲望の果て、それはあったかも存在 しない巨像のようなもの。でかすぎるぞ、巨像。欲に負け、その巨像に見せられた者たちはいつしか破滅へと足を踏み入れるほかありません。何言ってるかわからないけど、和牛ステーキ弁当はないってことか。もちろんです。どうしてそんなものが廃棄されてると思ったのですか。どうかこれをきっかけとして、無所有の素晴らしさに気づかれてはいかがでしょうか。さあ同志たちよ、彼女たちにそれを教えてあげましょう。結構いたな。あ、なんだこいつら、服はボロボロなのに武器だけやたら最新式で。あ、封印されちゃった。まずは落ち着きましょう。まず、あわわ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 、まだあわわわ、てるじじじじ、慌てる時間じゃ。基本は狭いところに誘導した上での括弧撃破です。そうすればこの数でも、まあ武器だけが良かったところで関係ない。私たち SRT をなめるな。2階にいるスナイパー、2階にいるスナイパーは私の方で全部どうにか。ミヤコ、前方は私とミユでどうにかするから後ろは頼む、それでいいか。はい、それで行きましょう。閃光弾を使いますので、その合図で3回してください。3。それでは作戦開始。ふん。皆さん、警戒は怠らないように。射撃お願いします。先生、ご指示を。えい。ポジションを変更します。ラビット2、効果準備完了。無意味な抵抗です。次の敵はどこですか。はあ、ゲーム開発部さん、左右弾を即刻廃止してください。ラビット2、左右弾は不要です。ヘイヤー。やっぱり私は何もできないゴミクズなんだ。移動します。桃江が言ってた。でもさ、左右に弾があった方がなんか楽しいじゃん。これは痛いぞ。お姉ちゃん、そんなこと言ってもこんなのまともに敵に当たらないよ。現場に到着した。でもゲームは派手な方がいいじゃん。皆さん、下がってください。それはそうかもしれないけど、アリスは左右弾好きです。無意味な抵抗です。そうか、アリスが好きなら。クリア。よし。で、並べた強さだ。逃げろ。皆さんどこに行くの。まず敵は。そもそも何もしたくないのに戦闘なんかできるわけないだろ。もう帰る。こんな生活ゴリゴリだよ。待ちなさい。初学校のアジトが、せっかく集めた高い装飾品も全部燃えて。何度も申し訳ないんだけど、所有に執着しないんじゃ。うるさい。贅沢するのは人間の本質だろうが。
あなたたちが、あなたたちさえなければ。デザイトクリア。2階のスナイパーも全員無力化。B サイトもクリア。何人か逃げられたけど、それ以外は全員制圧した。はい、お疲れ様でした。得るものはありませんでしたが、怪我などはないようで何より。みやこ、これ缶詰じゃないか。賞味期限は切れてるけど。燻製のサーモンにベーコン。おい、最強じゃん。オイル漬けのホタテまである。おお、これさえあれば普通の弁当も一気に高級な感じに。目で触るな。そこの高級缶詰は後でお酒のつまみにしようと私が大事に。みやこちゃん、ここに寝袋とか撥水加工のシートがたくさん。雨が降るたびに困ってたけど、これさえあれば。なるほど、そうですね。萌、今すぐ車両を手配してもらえますか。思ったより戦利品が多くなりそうです。何をいつも俺戦利品扱いしてるんだ。これは全部私のものだ。私の所有物に手を出すな。無所有の話は一体どこに。でもこれほとんど賞味期限切れかけだぞ。お前の部下はもういなくなっちゃったし、食べきれなくないか。最初に威嚇射撃をしてきたのはそちらです。その分の損失として全部ではないにせよいただけないでしょうか。僕つぶし社会の海、そんなに欲しいならどうしてまっとうに働かない。あんまり強ければ廃棄弁当なんてあてにしなくても生活できるだろ。傭兵にでも何にでもなれるじゃないか。私たちは傭兵ではなく SRT ですから。知るか。とにかくまっとうな所属があるなら弁当ぐらい譲ったらどうなんな。製造をかけて戦ってるところに最先端の武器やら正義の理屈やらを持ち込んで、俺たちの言ってることは全て奇弁ですよ。奇弁だらけなのはお前の方だろ。無所有だの、求道者だの言ってるくせに行動は欲望に忠実だし、求道者なら求道者らしくもやし弁当でも食ってろ。うるさい、焼肉弁当食べたいの。どうどう。とにかく今回は私も悪いし、必要なシートとかは私が買うから、みんなもここにあるものは持っていかないであげて。ありがとう先生。いや、全然いいっすよ。もう一度言いますが、先生の助けは不要です。先生が何を言おうと私たちが考えを変えることはありませんし。疲れた、もう食欲すらほぼない。帰ってもやし弁当でも食べて寝よう。あ、私も。そうですね、急に油っぽいものを食べたら胃に悪そうですし。キャンプラビットへ。こちらラビット1、作戦は終了、起動します。戦利品は和牛ステーキ弁当は。残念ですがなかったことになりました。今日はもやし弁当でも食べるとしましょう。せっかく車両の手配したのに。うるさい、ダイエットだと思え。メンツだからってランニングして帰ることないじゃないですか。メンツ。その欲望に満ちた眼差し。やはり所有は人の目を見えなくし、心を凶悪に。あなたも大体同じ目だと思うけど。私はそんなことありませんが。私はこの澄んだ目で全ての価値を見極めることができるんだ。その結果多くの同志たちが。そういえば同志たちはいなくなったんでした。この際ですし、先生も諸学校に参加されませんか。いかがでしょうか。さあ、先生の所有物を手放し、共に精神の拠り所を。遠慮します。
ナトリが次はリーダーやるから さあ一番最初に命をさ捧げてみない？無醤油と焼肉弁当、ここが前半か。更新も11話までなんだよね。なんで今日11話まで見て、明日12話以降を読みます。だったよね。数日後、キボトス広域に大雨が降っていた。すごい雨ですね。それぞれの自治区で被害が出ていないといいのですが。各学園の生徒会や委員会の皆さんに任せれば大丈夫でしょうか。あ、でも今公園にいる SRT の生徒さんたちは。みんな台風大丈夫だった？まだ終わってない。なんかすごいツイッターで見かける限りめちゃくちゃ大変そうだったわ。みんなも川の様子などは見に行かないようにライブカメラで確認しようね。この大雨ではテントも風邪をひいてしまわないか心配ですし、それにラビット正体の様子を見に行く。今太平洋だけどめっちゃ晴れてるって。なんか今まるで太平洋にいるみたいな言い方。こっちもタープが破れた。ミユ、防水シートが足りない。やっぱあの時もらっとけばよかったんだな。もう予備はなくって。くそ、もっといろいろと資材があれば。萌え、こっちを手伝え。いつまでも機械を抱きしめてる場合か。いや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 、通信装備が浸水したらやばいでしょ。この辺の機器全部合わせていくらだと思ってるの？知るか、どうにかしろ。くそ、いつまで続くんだこの雨。防水周りが補強できたら次は排水路の方を。土砂が詰まっているのか水が溢れてて、このままでは周囲一帯が全て浸水しかねません。わかってる。でもこっちも補強が間に合わないんだ。手を離したらすぐに崩れそうなレベルで。おう、今のって公園の中央に雷が。まずい、重火器が。テントの支柱が倒れる。リアタイで見てて結構きつかったんだよな。ちゃんときつかった。テントが。弾薬全部ダメになったな。通信機器類も全部終わりか。いえ、諦めるにはまだ早いです。排水路をどうにかして浸水の少ない装備から回収して。装備だけの話じゃない。全部だ。私たち SRT はもう。さきちゃん、はあ、こうなると分かってたら最初から。何を言ってるのですか。最初にみんなで言ったじゃないですか。私たちが諦めない限り SRT の名前は。みやこだって分かってたんじゃないの。こんなバカみたいなこといつまでも続けるわけにはいかないって。今の私たちは治安維持どころか食料品を探し回る毎日。正義がどうとか犯罪者がどうとかそんなレベルじゃない。こんな状態で SRT の名前が守れてるとは思えない。もう自分が何をしてるのかわからなくなってきた。ほんと何やってんだろうね。何もかも水浸しだし、野宿生活も疲れたし。みやこちゃん、もう諦めようよ。みやこ、どこに行くんだ。こんな馬鹿げたことまだ続ける気か。はい、そうです。諦められません。 SRT のためにも。
水圧が強い。もう手の感覚も。確かに意味のないことかもしれない。でも私は SRT を、私の思う理想を諦められない。先生、今日は何の用ですか？見てわかると思いますが、冗談を言っていられる状況ではありません。今すぐ対処できないと周囲が全部。シャベルを持って排水路に向かう。おマラ、おい、今視聴してる数千人のみんな、ウサギ公園に来れますか？先生、どうして？ここの土を片付ければいいんだよね。あと雨を止めればいいんだよね。おー、はい、お願いします。くそー、ナドリが天候を操れれば。はぁ、すご空がくそー、ごめんな、ウサギ公園じゃなくて小ウサギ公園だった。集合場所間違えてしまいました。はぁ、シャベルの使い方が下手か、カセ。ほんと、何やってんだか。手伝います。ひふみに宣言してもらわんきゃ。その後、ラビット小隊員たちと必死な排水路を整備した。ふぅ。雨、ようやく止みましたね。みんなお疲れ様。どうして私たちを助けるんですか？何度も、何度も言ったはずです。何も変わらないと。先生が私たちに何を望んでいるのか、私には全くわかりません。何かを望んでるわけじゃないよ。ナトリは先生だから。モマイラを支えんきゃじゃん。そうですか。装備はほとんどダメになってしまいましたが、どうにか公園そのものは完全に浸水せずに済みました。公園を守ってくれてありがとう。コウサギ公園でランニングをする者たちより。まったく、都にもいろいろ言いたいことはあるけど、先生はこの公園での生活をやめてほしいんじゃなかったのか？何の得にもならないのに、こんな筋金入りのバカだな。ま、バカなのは最初から知ってたけどね。も、萌えちゃん、せっかく助けてくれたのに。助けはいらないと言い続けてきましたが、助けられてしまったのは事実ですね。ありがとうございます、先生。全然いいけどね。その後、濡れた体にでシャーレに戻った。雨に濡れて風邪をひいたものの、とりあえずどうにかなってよかった。To be continued。こんなとんでもないところで、とんでもないところで切るよな。というわけで、ラビット正体は前編と、一章は前編後編に分けて更新されたわけですが、1回目の更新が11話まで。明日は、20時から12話から20話まで。を見たいと思います。で、7日に、2章前半の更新があるので、来週末とかに最新シナリオをみんなで見ていく配信をしようかと思っておりますので、お時間ある方は全員で見守りましょう、ラビット正体を。では、今日はここまでにしておきたいと思います。意外と時間かかったな。なんか、思い返すと、っていうか、萌えの武器がここで匂わせされてたの、完全に忘れてたというか、知らなかったな。うん、30分ぐらいか。そうか、そうだね。30分ぐらいだったね。結構、だ、
としたら結構読めたかな。うん、なんだろうな、忘れてることとかあやふやなところもあるし、これ見た上でさらにまた改めて最終編も読みたくなってきたな。ではまたインターネットでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。もしね、いないとは思うけど、もしねブルーアーカイブやってない方がいたら、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それでは。